なんてことをするんですか、岡崎部長。商談の場で俺が中卒と知っていきなり冷水をぶっかけてきた取引先上司、担当の立花さんは自分が持っていたハンカチで一生懸命俺にかけられた冷水を拭き取ってくれていた。しかしそれを見た取引先上司が彼のハンカチを取り上げて遠くへと投げた。情けない真似をするな。お前もエリートコースを進んできた側の人間だろう。こんな下民に情けをかけることはない。うわ、すごいなこの人。そんなトゲだらけの発言、小説や漫画の中でしか見たことがないのに。まったく、ただでさえ弱小企業なんだ。社長が来るのが常識だろうが。お前らの会社は一体どうなってんだ？あ？中卒ごときが俺たちの会社に商談に来ることが失礼に当たると知れ。思い上がったその頭を冷やして上のやつをよこしてくることだな。彼はそう言って俺が先ほど差し出した名刺を破ろうとしていた。しかしそこに書かれた俺の肩書きを見た彼はピタリと動きを止めた。そして彼の顔は徐々に青白くなっていき、腕は激しく震え始めた。俺の名前は大林健喜。中学を卒業してすぐに地元にある中古車販売業者で働き始めた。何分16歳という若さで入ったものだから、最初に放り込まれたサービス部門、つまりは整備を担当する部門で、いつしか俺は年上の人からも先輩と呼ばれるようになるほど長く働いていた。そこからは社員になったり、どんどん昇進したりしていって、最終的には前社長の後を継いで会社のリーダーとなった。それが大体1年前のことだ。基本的に取引先の社長と食事をしたり、商談をしたり、そういった卓上の仕事が増える社長というポジション。そのせいで現場に出向いて様子を見に行くということが難しくなる。それでも俺は何とかして暇を作っては各店舗の整備工場に出向いて若手の指導をしたり、支店長やそこで働く人たちの最近の悩みを聞いていたりした。もちろん彼らだけではない。販売スタッフや事務スタッフたちとのコミュニケーションも欠かさない。社長として彼らからの信頼を得るためにも、モチベーションを上げるためにも、そういったことは絶対すべきことだという信念が俺の中にはあった。そのおかげなのかどうかはわからないけど、うちの社員たちは皆お客様の声にしっかりと耳を傾ける人がほとんど。そんな彼らの丁寧で地道な営業活動は、地域の人からも遠くから来てくれた人たちからも評価が良いのだ。加えて販売した後のきめ細やかなアフターサービス、それらをすべて含めた温かな優しさがある接客も我が社の売りであり誇りなのだ。しかしそれだけではうまくいかないのが経営の難しいところ。ここ最近多くの中古車業を営む会社がネット販売を始めたのだ。店舗と違い、お客さんに来ていただく面倒をかけなくて済む。商品を購入したら自宅まで届けてくれる。それに加えて店舗を構える必要がないことから経費を大幅に削減することができる。その分中古車の価格を下げて販売することができるので、利用者の数はぐんと伸びたのだ。その影響があって俺たちの会社の業績が最近低下してきている。正直このままでは主流になりつつあるネット販売にシェアを奪われて窮地に立たされることになる。これから先のことを考えなければならなくなったのだ。その中で最初に思いついたのが、皆と同じようにネット販売を開始すること。そしてその時に、最近急速に業績を伸ばしている IT ベンチャー企業の本社が自分たちの会社と同じ市内にあることを知った。これは運命なのかもしれない。 IT 技術が発展した現代では、いずれ自分たちもそのテクノロジーを活用しなければならない時が来る。それならば
彼らが成長途中にあるうちに契約を結び、会社間の関係が熟成する時間を作っておいた方が、将来的に大きな利益を出すためのチャンスとなるやもしれない。俺はすぐに九段の企業にコンタクトを取り、契約についての話を進めていった。はじめまして、今回の担当を任されました立花と申します。これから共に力を合わせ、大きなプロジェクトを成功させていきましょう。ご丁寧にありがとうございます。大林健貴と申します。これから末永くよろしくお願いいたします。一番最初に顔を合わせたのは、地元にあるとある居酒屋だった。そこは俺が小さい頃からある店で、地域の住民の間でも美味しいと評判の店だった。しかし大林さんもこの店をご存知とは。もしかして昔はこの辺りに住まわれていたのですか？ええ、実家もこの近くにありますよ。学生の頃はこの店が漂わせる焼き鳥の香りに腹を鳴らせて、毎日のように急ぎ足で帰宅していましたよ。早くご飯が食べたくてね。ああ、それわかります。私もこの辺の学校に通っていたので、同じことを体験していました。ほほう、ちなみに学校はどちらに通っていましたか？すぐそこの一律中学校です。そうなんですか。実は私もそこを卒業しているんですよ。本当ですか？いや、やっぱり会社が近いとこんなこともあるんですね。立花さんは全てを楽しむタイプの人間のように見えた。話し方から動作、何でもない時のふとした行動等、全てに自分なりに楽しんでいるんだと思わせる部分があった。一言で言うならば、少年のような大人。目の前の魚と酒を素直な表情で楽しんでいる。ところで仕事の話ですが、大林さんは今のところどこまでお考えですか？そうですね、これまで会社を支えてきたこの地域に密着する経営方針、それに加えて各地方に大きな支店を作り、そこから全国的に販路を拡大していく。そのために IT 技術を使ってアプリの開発やウェブサイトの開設、その他細かい部分を補うものを作り、プロジェクトに臨めたらと考えている。なるほど、全国展開を視野に入れたネット進出というわけですね。とこのような感じで、俺と立花さんは酒の席でいろいろと話した。そしてその卓上でまとめられた考えに基づいて、2つの会社は目的のために前へと進み始めたのだ。俺と立花さんはその後もメールで何度もやり取りをしたり、ビデオ会議で幾度も会議を重ねて、今回のプロジェクトを徐々に形あるものへと仕上げていった。サイトやアプリにて提供するサービスに関してはどのようなものをお考えですか？そうですね、購入からメンテナンス、そして乗り換えまで、つまりは車との人生を一貫してサポートするサービスをと考えています。いずれはガソリンの価格や交通情報などを提供できればと考えています。なるほど。しかし自動車の売買と整備が主である御社のサービスに、ガソリンの市場価格等のいわゆる経済的な情報を載せる必要はあるのでしょうか？あまり与える情報量が多くても、それを利用する人が少なければ元も子もありません。確かに一理ありますね。私としては現在のガソリンの市場価格に加え、世界情勢や原油価格等からの情報に基づいた分析を行い、これからの価格推移の予想を発信できれば、閲覧回数や利用回数を伸ばすことができるのではと考えています。ふむ、なるほど。それならば交通情報を流すことにも納得がいきますね。こんな感じで時には話し合い、時には意見を食い違わせながら、俺たちは今回のプロジェクトの基礎を固めていった。そしていよいよ始動の準備が整った時、正式な契約の締結を行うために、俺は立花さんが勤める会社へと足を運んだ。向こうの会社はどんな場所なんだろう。そんな期待を胸に、ドキドキワクワクしながら約束の場所に向かう俺。そして定刻通りに到着。
さすがは IT ベンチャー企業なだけあって、会社の前や中にいる人はほぼ全員がビシッとスーツを着こなしていた。普段の俺は現場に顔を出すことも多いので作業着を着ることが多いけれども、さすがに今日はそういうわけにもいかないと思い、普段着ないスーツをまとってきた。今思えばよかったと思う。これで作業着で来ていたら間違いなく変な目で見られていただろう。受付でアポの確認を取った後、応接室へと通された俺を立花さんが迎えてくれた。そして彼の隣にはこの会社の幹部であると思わせる風格の男がいた。金を目いっぱいつぎ込んで仕立てさせた銭の匂いがするスーツを着ていた。どうもはじめまして、岡崎と申します。正直彼の第一印象はあまり良いものではなかった。身につけている服は大した問題ではなく、彼の人を見る時の目があまりよろしくなかった。まるで他人を見定めるような眼差し、いわゆる目が笑っていない状態なのだ。契約の話に入る前に少しだけ雑談をする時間があった。しかし岡崎という人物は人を上から見ているような言葉の選び方や態度をとっていた。正直あまり彼と長いこと話したくはないと思った。なんとか立花さんも交えて雰囲気を和ませようと考えた俺は、実は立花さんとは出身中学が同じなんですよと言った。すると岡崎さんが、おお、あそこの中学成績が優秀な生徒を多数輩出することで有名ですよね。ということは大林さんも難関高校に通われていたのでしょうかと尋ねてきた。いや、まあ私は高校へは行っていません。そのまま今の会社で働き始めたんです。何？それじゃあ大林さんは中卒か？顎を上げる岡崎さん、バカにされているとよくわかる言い方で彼は聞いてきた。俺は淡々とはいと答えた。すると岡崎さんが机をバンと強く叩き、俺のことを睨んできた。貴様のところの社長は俺たちをバカにしているのか？中卒なんてやつを商談に起こしてくるとは、随分と俺たちも舐められたもんだわな。あまりのその変わりように俺は怒る気すら起きなかった。ちょっと岡崎さん。焦って岡崎さんをなだめようとする立花さん、しかし彼の声は届かない。激高している男は何を考えたのか、突然俺に冷水をかけてきたのだ。中卒ごときが俺たちの会社に商談に来ることが失礼に当たると知れ、思い上がったその頭を冷やして上のやつをよこしてくることだなと唾を飛ばしながら言ってきた。さすがに俺は呆然とした。中卒は今時異色かもしれないとはいえ、取引先の人に対してこのような態度を取る社員が幹部なのかと。そんなことを考えて呆れ果てていたところに立花さんが俺の横にまで駆け寄ってきた。なんてことをするんですか岡崎部長。彼は自分が持っていたハンカチで一生懸命俺にかけられた冷水を拭き取ってくれていた。しかしそれを見た岡崎さんが彼のハンカチを取り上げて遠くへと投げた。情けない真似をするな。お前もエリートコースを進んできた側の人間だろ。こんな下民に情けをかけることはない。うわ、すごいなこの人。そんなトゲだらけの発言、小説や漫画の中でしか見たことがないのに。まったく、ただでさえ弱小企業なんだ。社長が来るのが常識だろうが。お前らの会社は一体どうなってんだ？ああ？彼は俺に向かってそう怒鳴ってきた。そこへ立花が、ですからこの人が取引先の社長大林健貴さんなんですよと言った。しかし感情的になっている岡崎さんにやはり彼の言葉は届かなかった。それからも岡崎さんは俺に対していろいろと文句を言ってきた。しかし屈辱を与えるつもりだったのか、俺が渡した名刺を彼が破り捨てようとした時、岡崎さんの動きが
ピタリと止まった。しばらくすると腕が震え出した。おい、立花。この人が九段の会社の社長さんなのか？だから、先ほどから何度も申しているではありませんか。立花さんは冷めたような口ぶりで答えた。岡崎さんはそのまま椅子に腰を落とした。そんな彼に向けて俺は言った。確かに私は岡崎さんと比べれば学歴がとても低い。バカにされたって仕方のないことだとは思っています。ですが結局学歴というのは人の能力を測るための指標の一つです。しかし最終的にその能力を評価するのは個人の経済力です。その力がなければどんなに優れた才能でも十分に育てることができません。そういう面で言うなら私は岡崎さんよりも大きな経済力を持っています。人が持つ履歴というのは想像つかないようなものであることもあります。なのであなたのように学歴だけで人を判断すると今回のようなことになりかねないというわけです。まあ正直私自身バカにされたって構わないんです。学歴だけはあなたより下ですから。しかし弊社には中卒でありながら優秀な能力を有する人材が数名います。彼らが今後御社に伺った際今回のような対応されてしまっては大事です。ですので今回の契約の件白紙に戻させていただきます。淡々と二人に告げた。岡崎さんはどうしようどうしようといった様子でひたすらに震えていた。一方の立花さんは契約がなかったことに転んでしまったこの事態よりも俺のことを案じてくれていた。給湯室からタオルを取ってきて濡れた部分を丁寧に拭いてくれた。もう申し訳ありませんでした。すべては俺、いや私の失態でございます。ですのでどうかご容赦を。容赦はしません。誠に残念です。俺がそう言い返すと岡崎さんは何も言わなくなった。彼がこれ以上取り繕うつもりがないのを確認した俺は今度は立花さんの目を見た。立花さん、これまで親切に対応していただきありがとうございました。ですがどうやらこのプロジェクトを進めるのは難しいようです。ですがあなたのその熱意と誠意はこれからもずっと忘れません。そう言うと立花さんはとても悲しそうな顔をした。本日は貴重な時間をいただきありがとうございました。私はこれにて失礼いたします。これ以上の長居は無用。俺は応接室を出ようとした。すると岡崎さんが叫んだ。ちょっと待ってくれ。何でしょうか。あなたが社長だと知っていればあんな態度を取らなかった。私はもういいです。どうやら私の言葉の意味を理解していただけなかったようですね。これ以上何を話しても無駄です。その後も岡崎さんはいろいろと喋ってはいたけど俺は聞き流した。そして応接室を出た。しばらく歩き出入り口の前まで来た時俺の背後から慌ただしい足音が聞こえた。そこにはすっかり疲れ果てた岡崎さんともう一人の男性がいた。この度は部下の岡崎が失礼をしてかしたようで誠に申し訳ありませんでした。あなたはこの会社の社長ですね。はい、深くお詫びを申し上げます。社長はそう言って岡崎と共に頭を下げた。そしてその後、たく、これで商談がなくなったらどう責任を取るつもりだ。大林社長とのアプリ開発がうまくいけば他業種でもそういったアプリの契約が取れたはずなんだ。すでにその規模は10億円にもなっている。一体どう責任を取るつもりかね。とこの会社の社長は小声で岡崎に文句を言っていた。その様子を見て俺は、ああこいつらは謝るつもりはないんだなと思い、彼らの言葉だけの謝罪に対して
何も返さなかったけれども、そんな二人の後を追いかけるようにやってきた立花さんからは本気が伝わってきた。まあ俺が単純に契約書にサインしていれば、彼もそんな気持ちになる必要はなかったのかもしれない。しかしこれが社長の仕事なのだ。組織のために働き、皆の支えとなる。だからこそ俺はこの契約にサインすることができない。ここでサインをしてしまえば、俺たちの組織はこれから先下に見られ続ける。公平でなくなり、対等でなくなる。それは良くないことなのだ。俺はカバンの中に入れてあった契約書を取り出した。そして彼らが頭を下げる前で、それをゆっくりと破り、チリチリになった紙片を床に降らせた。そこから一度も振り返らずに会社を出て前へと進んだ。彼らが後ろで何を言おうとも。今回のアプリの件もそうだが、俺は今まで様々な改革を行ってきた。現状維持のための軽いテコ入れや小さな取り組みでは満足することができなかった。俺にはどうしてもこの会社を大きくしたい理由というのがあるのだ。これは俺が中学生だった頃の話。俺が通っていた中学は、岡崎さんが言っていたように優秀な人物を多数輩出してくれた名門校。それゆえに普段の授業のレベルは非常に高く、試験や実力テストも準備期間に入れば全学生が絶望していた。そんな生徒の中で俺は勉強が苦手なタイプの人だった。そのせいで中間試験や期末テストでは赤点を取り、毎度追試に苦しめられていた。そのうち自分に自信を失っていった俺は、無力さをテストのせいにして学校へはまともに行かなくなった。俺が勉強できないのは俺のせいじゃない、学校が悪いんだ、そして勉強をしつけてくる親が悪いんだって。そうやって何もかもを他人のせいにして、俺は現実から逃げた。いつしか俺は自分と同じ悩みや怒りを持つ奴らとつるむようになった。世間でいうところの不良というやつだ。他の学生が学校で勉強机に向かっている頃、俺たちは不良が多く集まる繁華街で荒れ狂っていた。勢力争いとでも言うのだろうか。最初は適当にぶつかり合っているところに飛び込んで片方の味方をする。そうして勝利を献上して仲間に入れてもらう。そんなやり方を続けていくうちに、いつしか俺は繁華街最大の不良集団の幹部にまで上り詰めていた。そんな頃に俺は一つの出会いを果たした。毎日のように怪我人が出る繁華街へと定期的に通ってくるおじさんがいた。他の大人や警察の人は事情も聞かずに俺たちのことをすぐに叱ってくるけど、この人はそうじゃなかった。俺の目の前で俺たちがいさかいを起こしても優しく微笑んで見守ってくる。それどころか双方が力を使い果たして倒れたところに美味しい肉まんとかをくれる。とても不思議なおじさんだった。いつしか俺たち不良の間では、そのおじさんが来ている日だけはあまり揉め事を起こさないようにするという暗黙のルールができてしまった。だから彼は繁華街では成人なんて呼ばれたりしている。なあおっさん、なんでいつも水曜日になったらここに来るんだよ。そりゃうまい飯を食うために決まっているだろう。それにお前たちを見ていると昔の自分を思い出してな。おっさんもこんなんだったのか。ああ、世間のことが大嫌いで、親にも学校にも頼れなくて、それでも生きていかなくちゃいけなかったから力に走った。ほーん。正直俺はこの人の過去について興味はなかった。俺たちがいるこの環境を変質させるだけの何かを持っているこの人の今を知りたかった。なあおっさんはさ、俺たちのこと野蛮だって思う？思わない。なんで？人には人の個々の生き方があるからだ。他人の生き方に文句を言うのは野暮ってもんだ。お前だって否定されるのは嫌だろ？うん。この人の前では俺は素直になれた。
それに昔の俺は今の君ほど優秀な人物じゃなかった。君ならきっと大人になってもうまく生きていけるはずだ。どうしてそう思うんだよ。俺が生きてこれたからだ。正直嬉しかった。親も学校の先生も同級生の子たちも俺の事情なんて全く聞かずに一方的に自分の正義をかざしてくる。俺はそんなあいつらのことが大嫌いだった。そんな奴らがうじゃうじゃといる世間が気持ち悪くて仕方がなかった。でもこの人は違う。俺たちと同じ痛みを知っているんだなって思った。そんな日常を生き続けた俺はなんとか中学校を卒業した。けどまともに勉強しなかったから高校になんて進学できるはずもない。だから俺は特にやることもないのに繁華街に行っては一人でブラブラと歩いていた。ちょうどその時、今時間あるか？いつものおじさんが俺に声をかけてきた。君今のところ仕事もなければやることもないだろう。よかったら俺と一緒に来ないか？そう言われた時、俺はなんだか救われたような気持ちになった。親にも学校にも相手にしてもらえなくなった俺にこの人は手を差し伸べてきてくれた。うん、行く。俺は何も疑うことなくこのおじさんの後ろについていった。そうして連れてこられたのが中古車の販売と修理を請け負う会社の作業場だった。君もうすぐ17歳だろ。うちは大きい会社ってわけでもないけどこの辺じゃ給料はそこそこにいいんだ。よかったらうちで働いてみないか？うちってここおじさんの会社なのかよ。ああそうだ。はあ、マジで？さすがに当時の俺は驚いた。けどそれ以上に驚いたのはそこで取り扱っている車だった。公道で見かける一般的な車よりも年代物の珍しい車や年季の入った古い車が多かった。それを見た俺は不思議と興味をかきたてられた。それから実際に現場に入った俺はすぐに現場に馴染むことができた。周囲の人も気さくで優しい人が多かったからとても働きやすかった。それに加えて自分が好きだと思えたものをとことん語り合える仲間がいる環境はまさに天国だった。そんな周りからの影響もあって俺はあっという間に車のかっこよさに取りつかれたのだ。アルバイトとして登録してから3ヶ月が経過した頃、俺は学生時代に散々としてきた悪い遊びからはすっかりと手を引き真面目に仕事に打ち込むようになっていた。社長、一つご相談があります。おう、どうした？俺をここの社員にしてもらえませんか？え？そりゃもちろん大歓迎だけど、むしろいいのかい？最初は自分を変えるためのきっかけとして誘い入れただけだったんだが。いいんです、俺この職場がいいんです。そうか。それなら書類を用意しておくよ。ありがとうございます。大企業のように多くの人を審査する必要のあるところとは違って、うちはアルバイトやパートの人が社員になるケースが多い会社なのだ。それに従業員と社長との距離感はとても近いので、面接や試験といった複雑なことはせずとも社員にしてくれるのだ。俺はこの人になら一生ついていける、そう思って社員になる決意をしたのだ。それから俺は今まで以上に精を出して楽しく働くことができた。給料もアルバイト時代の倍近くになり、その後の人生は一気に足のついたものになった。ゆとりのある生活があるおかげで人との時間をたくさん作ることもできるようになった。そのおかげで俺はこの世界で最も大切だと思える人とも出会うことができ、結婚することができた。冷たく嫌なことしかなかった俺の人生がここで温かさと幸せを取り戻したんだって、拾ってくれた社長に俺は大きな恩を感じた。数年働いた後、俺は整備士の資格を取るために
学校に通わせてもらえることになった。あんなに嫌いだって思っていた勉強だったけど、今はむしろもっと学びたいと思える。その好奇心と熱意のおかげで、俺は無事学校を卒業し、資格を手にすることができた。それからは今まで他の人が担当してきた難しい整備の仕事も引き受けるようになり、会社も俺の生活も豊かなものへと変わっていった。こんな幸せがずっと続いたらな。そんなことを時々思うようになっていた。しかし、社長。会社に勤めてから約30年が経過した頃、つまり去年、社長が重たい病に侵されていることが分かった。今までのように仕事することができないような大きな病気。無理をして何とか仕事を続けようとしていたけど、やっぱりダメだった。社長は即引退することになってしまった。その後に持ち上がった後継者の話。そこで俺は社長直々に指名されたのだ。君以外にいない。幹部の中で一番若く、そして一番やる気に満ち溢れている。君より適任な人を俺は知らないな。社長、お任せください。きっとこの会社を大きく成長させてみせます。だからどうか、これからも元気でいてください。病気の経過観察をするために入院している社長。俺は彼が横になっている病床の横で、そんな誓いを立てたのであった。ちなみに、元社長のおかげで救われたのは俺だけじゃない。一緒にやんちゃしていた不良たちも、俺の後に続くようにしてここで働き始めたのだ。そして技術や経営の知識を社長から教えてもらい、彼らは各々の道を進んでいった。ある人は自分で店を開いたり、またある人は会社に残って今でも俺と一緒に働いてくれたり、そして自分のやりたいことを見つけることができたやつがいたり、俺と同じように暗闇の中を歩いていた彼らがこうして光の道を進むことができているようになったのだ。ちなみに、九段の IT 企業の社長が言っていた10億円規模の話、後々昔の仲間たちに話を聞いてみると、どうやら彼らの会社も絡んでいたらしい。すまないな、俺のせいであの商談がなくなってしまったな。何言ってんだよ、お前は何も悪くない。そうだよ、そもそも正直最初から怪しいって感じがしてたんだよ。彼らもまたあの商談に対して良い印象は持っていなかったらしい。あの日俺がされたのと同じように、ここにいる彼らにもあそこの社員は横柄な態度をとっていたのだという。正直最初は文句を言われるのかと思ったけど、誰一人として俺を責める人はいなかった。それぞれが受けた不快な思いを吐き出し合う、そんな日常的な酒の席になっただけだった。今回 IT ベンチャー企業とは取引を成立させることはなかった。これがもし仕事上のミスといった仕方のないものだったら、その後の対応した相手は取引を考えていたのかもしれない。しかし、相手の学歴や人格を否定するような人のいる会社と長く付き合っていくことなんてできない。これは自分の会社でも言えることだ。俺の場合、今は社長の業務で忙しい毎日を送ってはいるけど、それを理由に他人に強く当たったり、雰囲気を悪くするような発言をしたり、そんな人間性を疑われるようなことは決してしないようにしよう。会社全体をそういう場所にしたいのなら、まずはリーダーたる俺が見本とならなければならないなと思った。ちなみにあのベンチャー企業についてだが、どうやら岡崎の他にもエリート意識の先行した横暴な社員が多くいたようだ。おそらく会社が急成長できたのは自分たちのおかげだと少々うぬぼれていたところもあったからなのかもしれない。しかし、会社のシステムの問題ではなく、働く人たちの性格の問題で信用を失うなんてとてももったいないことだ。現にあの会社に対して不信感を抱いた多くの取引先が
次々と彼らとの契約を打ち切っていったのだ。結果、会社の業績は一気にダウンし、経営難に追い込まれた。今では多くの社員をリストラせざるを得ない状況になるまで追い込まれているそうだ。そしてリストラを食らった性格に難がある人たちはきっと次の仕事を見つけるのに苦労するだろう。ことが終わり、穏やかな日々が戻ってきた頃、俺は元社長のお見舞いに来ていた。すみません、普段の契約うまくいきませんでした。謝る必要はない。あの会社は今や君のものなんだから。それに誰にだってうまくいかないことはある。そう気を落とす必要はない。ありがとうございます。元社長は相変わらず優しい笑顔を見せてくれた。でも代わりと言ってはなんですが、あの IT ベンチャー企業で働いていた立花さんについて、彼は落ちていく業績に対して対処をすることができなかった会社に見切りをつけて自ら会社を去った。そして今まで培ってきた技術や人脈、それから彼と共に会社を抜けた人たちで俺の会社とのあのプロジェクトを引き継いでくれることになった。そんな話をすると社長は嬉しそうに微笑んだ。やっぱり君は私よりも優秀だ。これからも期待しているよ。ありがとうございます。あなたの期待に添えるようこれからも努力させていただきます。あと何回この人の笑顔を見ることができるかなんてわからない。だから何とかしてこの人が生きているうちにプロジェクトの成功を、いやローンチだけでも報告がしたい。俺はそのような焦燥感を抱きながら今日も深夜まで仕事に精を出すのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。新人だからって調子に乗るな。課長の東山が俺に向かって怒鳴る。俺は大きな仕事をやり遂げたばかり、褒められこそすれ決して怒られるような行いはしていない。しかし課長の怒鳴り声は部署中に響き渡った。あの時のトラウマが顔を出し、俺は不安に飲まれそうになる。そんなこととは関係なく課長が怒鳴り続ける。しかし俺は過去のトラウマを払いのけるように首を振った。そして折られそうになった旗を地に突き刺すように課長の怒鳴り声をものともせず黙って仕事を続けた。また別の日、研修時のこと、東山は突然俺を指名して超難問を解かせようとした。皆が心配そうに見ている中、俺は立ち上がってその問題を解いた。場が静まり返る。東山は驚いた顔で、なんで引きこもりなんかに解けるんだとつぶやいた。引きこもり？いつの話をしているんだ？もういい、反撃の時だろう。ばあちゃん、俺に勇気を。おまじないのようにつぶやいて、俺は顔を上げた。俺の記憶で一番古いものは、田舎の家での祖母の冬と両親との生活だ。一人っ子として育った俺はいつも祖母に可愛がられていた。父さんと母さんは不動産会社を経営していて、土日はよく家を空けていたけど、祖母がいたから寂しいなんて思ったことは一度もなかった。小学校に入った頃から勉強に興味を持ち始めた。特に算数と理科が好きで、暇を見つけては計算ドリルに没頭していた。3年生になると中学で習う数学の問題にも挑戦するようになった。問題が解けるといつも祖母に見せていた。その度に祖母は、秋はすごいね、ばあちゃんの自慢の孫だわ、お父さんもお母さんも鼻が高いわねと、どんな時も俺を褒めてくれた。俺はそれが嬉しくて、もっと褒められたいと思って数学にのめり込んでいき、
いつの間にか数学が好きになっていった。中学3年の時、数学オリンピックに出場して見事優勝した。あの時の喜びは今でも鮮明に覚えてる。祖母もすごく喜んでくれて、俺はもっと勉強してもっといいところへ行きたいと、さらに上を目指した。祖母との暮らしは俺にとって大切な宝物だった。両親が忙しくても祖母がいるから決して寂しくなかった。勉強の楽しさを教えてくれたのも祖母だったと思っている。いつもそばで見守ってくれたから、俺は学ぶことの大切さ、楽しさを知った。数学に夢中になって、計算と聞くだけでワクワクするほど数学の世界にのめり込んでいった。あの時、祖母が俺にかけてくれた言葉や数学の問題を一緒に解いた時のことは今でもはっきりと思い出せる。祖母のおかげで俺は自分の道を見つけることができたんだ。高校時代は進学校に通っていた。クラスメイトや先生たちはみんな将来は東大に入るんじゃないかって期待していた。勉強もスポーツも何をやってもうまくいく。友達だってたくさんいるし、人間関係にも不自由はなかった。自分でもわかるくらい俺は恵まれていた。そんな頃、俺は自分の未来について確信を持っていた。知識や実績があれば何だってうまくいくだろうし、思い通りに就職もできるだろう。安易な考えがいつの間にか俺の中に太い柱のように根付いていた。しかし、人生とはうまくいくと思った瞬間に予期せぬ方向に転がるもの。油断していたら一瞬で崖から落とされるものだ。若かった俺はそんなことに気づくはずもなく、その順調な人生にどこかで安心しきっていたのだろう。俺の中にあった太い柱のような根拠のない安心は大きな音を立てて崩れ去ることとなる。大学を卒業して東京に上京した後、あることが原因で俺は大きくつまずいてしまう。その結果、3年間もの間東京のアパートに引きこもっていた。詳しい事情は後に話すとして、それは俺にとって相当なショックだった。引きこもっていた間、両親は一度も俺を責めることはなかった。ゆっくりでいい、といつも言ってくれた。祖母も電話で、いいかい、竹には節目があるでしょ。その節目があるから竹は強く丈夫に育つんだよ。秋が今いるとこはちょうど節目の部分なんだよ。人間誰しもそういう時があるから大丈夫よ。あなたのお父さんもお母さんもばあちゃんにだって節目がたくさんあるからね。安心してもがきなさい。そして節目を作るの。と厳しいようで優しい祖母の言葉は俺を励ましてくれた。家族の支えがあったから俺は少しずつ立ち直ることができた。その時はパッとしない言葉でも、後でしっかりと俺の中にすっと入ってくる。祖母の言葉はそういう不思議な力みたいなものがあった。そして今俺は転職活動をしている。過去を乗り越えて新しい一歩を踏み出そうとしているのだ。両親や祖母にはこれまでの恩を返したい。それが俺の今の目標だ。高校時代は夢にあふれていた。でも現実は甘くない。身をもって挫折を経験し、自分を見失いかけた。でも家族の愛と支えがあったから、祖母の言葉があったから、俺はまた前を向くことができた。この経験が俺をもっと強くしたと思っている。祖母が言っていた竹の話が今としてはなんて分かりやすく的を得た発言だったのだろうとつくづく思う。転職活動を始めてからしばらくの間は、正直なところなかなかうまくいかなかった。面接に行くたびに、どうして3年も引きこもっていたのか
なぜ1年で就職を辞めたのかという質問に対してうまく答えられなかった。その度に心の中が暗くなっていくような、沈んでいくような感じがした。そんな時、家族の存在がどれだけ大きかったかを実感した。特に祖母からの電話が俺の心の支えだった。当時は竹の話を聞いてもパッとしなくて、愚痴や弱音ばかり吐いて、止まない雨はないから大丈夫だよと言ってくれていた。それに対し俺は、今すぐ止んでほしかったらどうしたらいいの？もう俺わかんないよとひねくれた返答もした。だけどそんな俺に祖母は笑って、その時は仕方ないよ、傘をさすか、いっそのことずぶ濡れになってしまいなさいなと答えてくれた。その言葉は俺の背中を強く押してくれた。転職活動を始めてから1年が経った頃、ついに転職先が決まった。都内の一等地にある貿易会社の営業職だ。採用の電話を受け取った時は嬉しさのあまり泣いてしまった。実家に電話をすると、家族もみんな喜んでくれた。祖母は、あき、おめでとう。雨はどうやって切り抜けたのかな？と聞かれて俺は、傘なんて用意できなかったから、ずぶ濡れだよ。と笑って答えると、包み込むように、そう、上等じゃない。かっこいいね、あき。と言った。ようやく家族に恩返しができると思うと、雨上がりのように、すがすがしい気分になれた。しかし、新しい職場ではすぐに課長の東山に目をつけられて、無茶な仕事を押し付けられるようになった。幸い俺は数学が得意だったから、データをきれいにまとめて商談に臨むことができた。すると転職して間もなく、ある大手海外企業との契約に成功したのだった。報告すると、同期や先輩たちがみんな俺のことを喜んでくれた。周りと喜んでいると、東山は俺に言った。新人だからって調子に乗るな。聞いたところによると、お前3年間無職だったそうじゃないか。契約取れたのなんてただの偶然だろ。基礎の仕事もできないで難しいことはできないぞ。と、俺はあの時のトラウマが脳裏によぎった。もうあんな思いはしたくない。俺はなんとかうまくやり過ごそうと思い、とりあえずではあるが、出過ぎた真似をしました。申し訳ありません。基礎から励んでまいります。と、我ながらその場しのぎにしては、いい返しをしてごまかせた。後に怖くなったというか、不安になり、先輩に相談したところ、東山は帰国子女で、自分は特別だと思っている様子があった。彼のプライドは、俺たち新人が業績を上げることによって傷ついたんだろう。お前は悪くないから自信持てよ。と励ましてくれた。東山についても教えてもらった。なるほどと俺は納得した。それなら周りの業績が悪いのも合点がいく。この人たちの能力ならもっと上を目指せるだろうに、まるで調節をしているかのように、それなりの結果しか残していなかったことに、俺はずっと違和感を感じていた。そんなこんなで、俺は東山からはさらに多くの仕事を押し付けられるようになり、新入社員たちは彼の嫌がらせを受けていた。東山は社長の甥だったから、みんな強く言うことができなかったのだ。そのうち以前よりも行いがひどくなり、疲れ果てた同期の中には辞めていく人間も出てきた。俺は情けないことに保身的になった。とにかく目立たないようにしようと思い、消極的になっていった。そうなると全てが悪い方に回り出す。俺がジメジメしているうちに、祖母の物忘れが始まった。物忘れはゆっくりとだけど確実に進行していった。祖母はいつも明るく話してくれるけど、会話が噛み合わないことが増えていった。祖母は、家に泥棒が入ったみたいなの、
印鑑が盗まれて困ったわ。こないだ取られた印鑑は返ってきたんだけど、お金が取られていたの。お財布は返ってきてるんだけどね。警察にも言ったんだけど、全然捕まえてくれないの。と、何かを取られては返されたという話を繰り返し聞くようになった。電話を切るとき、また電話するね、と明るく言うけど、内心では祖母のことが心配でたまらなかった。両親に事実を確認したが、何も取られていないし、泥棒が入ってきたことは一度もないらしい。監視カメラを祖母に見せて何度も説明したが、納得するどころか余計に物を取られたことだけを主張し、しまいにはどうして私を信じてくれないのと怒り出してしまうので受け流すようにしているとのことだった。単に年のせいだと何度も心の中で言い聞かせた。俺は転職に成功したのもつかの間、多くの困難に直面していた。職場では新人としての成功が思わぬ形で裏目に出てしまったし、祖母のことが心配だけど、今はそれどころではなく、自分自身のことで手一杯で、ただ祖母が俺に言ってくれた言葉を思い出して前を向いていくしかなかった。強くなるために節目を作れ、止まない雨は傘を差すかそのまま打たれろ。俺は祖母への心配をかき消すように仕事に専念した。入社して3ヶ月が経った頃、課長の東山が就業後の新人研修を始めると言い出した。同僚の一人が、就業後の研修は労基法に反すると思いますか、と意見したが、東山は、俺に意見したらどうなるか分かって言ってるんだよな。研修は労働じゃないだろ。お前ら勉強する時間に対価を求めてきたのか、と言い返した。その言葉に誰も何も言えなくなった。もちろん誰一人納得はしていないだろう。俺たち新人は嫌々ながらも毎日の研修に参加せざるを得なくなった。就業時間はとっくに過ぎているのに、毎日3時間の研修が始まった。もちろんこれは時間外労働にあたるが、研修なので労働に含まれないと東山は主張してくる。残業代も発生しないらしい。そんなこんなで1週間が経った。東山がホワイトボードに超難問を書き出した。それは日本語で書かれた長文のなぞなぞを英訳し、英語で答えるというものだった。東山は豪語した。新人ども、実践だ。答えられないやつはボーナスなしだ、と椅子にふんぞり返っている彼を見て、みんなは困惑していた。そんな中、東山が俺を名指して挑戦させた。おい一ノ瀬、お前解いてみろ。お前みたいな凡人にはどうせ無理だろうけどな。お前がもし答えられたら、ここにいる全員にボーナス支給してやる。だけど答えられなかったら全員なしだ。連帯責任ってやつだな。社会ではよくあるから今のうちに経験しとけよ。俺がニューヨークで勤めていた会社では当たり前だったからな、と言われた。なるほど、自分の経験でしか物事を語れていないのだろう。今の発言で察しはついた。東山が勤めていたという会社ではそうだったのかもしれないが、それが常識のように語られてはこちらも困る。見返しついでに逆に教えてやろう。いかに自分がおかしなことを言っているのかを。俺は立ち上がってホワイトボードに向かった。みんなが心配そうに見守る中、俺は数カ国語ですらすらと回答した。その光景に東山も他の社員たちも唖然としていた。俺は笑顔で言った。簡単です。答えられましたよ。あれ、まさかボーナスなしってことはありませんよね、とすっとぼけたように言ってやった。その一言で緊張していた部屋の空気が一変した。俺がホワイトボードでその難問を解決した後、東山は砂漠で氷を見つけるくらい信じられないといった様子になった。なんで引きこもりなんかに解けるんだ、と彼が言った時、俺は深呼吸してから答えた。僕
実はハーバード大学を卒業しているんです。だから英語は得意なんですよ。と、今まで自慢に取られないか不安で、本当はみんなの前で言いたくはなかったが、東山の花を折るにはこれしか思いつかなかった。俺は進学校を卒業後、東大ではなくハーバード大学に進んだ。高校2年の時、アメリカに留学したことがきっかけだった。日本人との考え方や学び方の違いに衝撃を受けて、アメリカの大学で学びたいと思うようになり、ハーバード大学に入学し卒業した。卒業後は日本国内で就職したが、妬まれることが多かった。聞かれたから経歴を答えれば自慢と言われ、少しでもミスをすると、ハーバード大学出てるくせにそんなこともできないのかと嫌味を言われた。次第に周囲から孤立していった。ある時、俺を評価していた部長からプロジェクトのメンバーに選ばれた。でも喜びもつかの間、プロジェクトメンバーがプレゼン用の資料の内容を SNS 上に流出させてしまった。プロジェクトは中止になり、会社は信用を失った。俺は犯人だと疑われ、ますます孤立した。結局居づらくなって1年も経たずに退職した。それが引きこもりになってしまった理由だった。でも今は違う。自分の成功を共に喜んでくれる同期や先輩たちを見て、人を再び信じてみようと思い、自信を持って進んでいこうと心に誓ったのだ。俺は身につけた知識でみんなを守ることができるのだと、諦めずに努力してきた自分自身に感謝した。その時、東山は、こんな問題解けたぐらいで調子に乗るなよ、実践ができなきゃ意味ないからな、と言って部屋を出て行った。何とも言えない彼の滑稽さに俺は思わず笑ってしまった。周りからは、お前が解いてくれなきゃ大変なことになっていた、ハーバード卒はすごすぎる、ありがとう、など嬉しい言葉をたくさんもらって、一躍俺はヒーローのように称賛された。数日後のことだった。東山が就業後に新人研修を行っていたことが会社にバレたらしく、彼は社長に呼び出されて、お前はどこからそんな無駄なプライドを拾ってきたんだ、お前に必要なものは根性だ、叩き直してこい、と一喝された。それからの東山は地方の支社へと左遷されることになった。そこは彼の父親が支社長を務めている場所で、父親の監視下で働くことになったらしい。同期が用事があって東山の様子を見に行ったところ、人が見違えたようにおとなしく座って黙々とパソコンの画面に向き合っていたらしい。その背中はとても小さく見えたと言っていた。東山がいなくなった部署ではみんながのびのびと働けるようになった。その雰囲気の変化は本当に大きかった。周りの人間も存分に能力を発揮し、俺も業績をどんどん伸ばしていくことができた。そして月間 MVP を取るまでに成長することができた。その努力が認められて、入社から1年で主任に抜擢された。しかしその喜びは長くは続かなかった。その日、俺は職場で衝撃的な連絡を受けた。以前電話をしていた時から祖母の物忘れが気になっていたものの、仕事に専念していたせいで正直すっかり後回しになっていたのだが、両親が祖母を心配して検査を受けさせたところ、祖母は認知症が進行していることが判明したという。俺はすぐに実家に戻ったが、すでに祖母は俺のことを覚えていなかった。両親は俺がおばあちゃん子だったから、俺がショックを受けないかどうか、連絡するかどうかをギリギリまで悩んだと言っていた。思わず、なんでもっと早く言ってくれなかったんだ、忘れられてからじゃ遅いのくらいわかるだろう、と言い捨て、夜風に当たろうと外に出た。熱くなった頭を冷やす夜風、少しずつ冷静さを取り戻させてくれる。俺が両親の立場だったら同じことをしたのかもしれない。俺を気遣ってくれてのことだったのだろう、
両親に対して怒ったって祖母の認知症は良くなったりなどしないのに、急に冷静になると自分の幼児さを恥じた。帰って両親にまず謝ろう。気持ちが落ち着いてきたので帰宅し、両親に謝った。母には、ごめんね、あなたが怒るのも無理ないわ、かえって辛い思いをさせてしまったわね、と言われたので、俺はもう一度謝った。ごめん、辛いのはみんな一緒だよな、俺だけじゃないよな。俺は部屋に入って、その日は眠れなかった。それから数ヶ月たち、仕事の隙間を縫って実家へ帰った。現在は母が仕事を退職し、ホームヘルパーを雇って介護している。実の母が認知症になってしまい、母はショックからかやつれてしまっていた。変わってしまった祖母とやつれた母を見て、俺は一人部屋で涙を流した。あんなに祖母にお世話になったのに、目を背けて俺は仕事を言い訳に逃げていたんだ。情けない、恩返しどころか薄情者じゃないか。翌日、祖母と散歩に行った時のことだ。祖母は微笑んで、お兄さん、とっても優しいのね。お兄さんが孫だったらいいのにね。孫が生まれたばかりだから、お兄さんみたいに育ってほしいななんて思っちゃってね。娘には内緒ね。こういうこと言われると嫌がられちゃうからね、と言った。少し悲しくなった。俺はこれから成長していくのに、祖母は逆に遡っていく。悲しみと同時に祖母を見て、俺は思った。それでも祖母は祖母、自分を愛してくれた祖母は何も変わらないんだと。そこで俺は決断した。母の負担を減らしたいし、少しでも大好きな祖母のそばにいたい。会社に相談して、リモートワークに切り替えてもらうことにした。地元に帰る前日、会社の同僚や上司たちはみんな寂しがった。でも、みんながこう言ってくれた。場所は変わってしまっても、これからも俺たちは仲間だ、と。俺は今度こそちゃんと向き合いたいし、恩を返したい。地元に帰る決意を固めて、住んでいた部屋の荷物を整理した。地元に戻った最初の日、近所のおばちゃんが野菜を届けてくれた。俺を見て、あらま、あきちゃん立派になったね、と喜んでくれた。俺も昔から可愛がってもらってたので、親しみがあり、おばちゃんは変わらんね、と言った。おばちゃんはニコッと笑い、ほんとあんたいい子だわ。なんだかね、周りに若い子いないせいか、若い子を見ていると元気が出るわね、と言われて、俺はちょっと照れくさい気持ちになった。その日、ホームヘルパーがやってきた。彼女は自分とそう変わらない若い女性で、吹笛凛子と名乗った。凛子さんはハキハキして明るく、祖母が何度同じことを尋ねても嫌な顔一つせずに笑顔で答えていた。その姿に俺は心を打たれた。凛子さんともっと話してみたい、もっと知りたいと思うようになった。一目惚れというのはこんな感じなのだろうか。ある日の業務後、勇気を出して凛子さんに声をかけた。もしお腹が空いていたらラーメンでも食べに行きませんか、と誘ってみた。行った後でラーメンでよかったのだろうか、女性相手にもう少しいい誘い方なかったか、などぐるぐると考え込んでしまったが、彼女は心よく、いいですよ、ラーメン好きなんでいいところ教えてください、と前向きに返事をしてくれて、内心救われたとほっとした。食事をしながら凛子さんの話を聞いた。彼女は複雑な家庭に生まれ、バツイチのシングルマザーだという。明るくて彼女がそんな苦労しているなんて思ってもいなかった。すごいですね、どうしてそんなに明るいんですか、と俺が尋ねると、凛子さんは言った。みんな多かれ少なかれ
人に言えない悲しみや苦しみを持っている。それを表に出すか出さないかだけの差だと思うんです。認知症の方はそれがうまくできないからこそたくさん話を聞いてあげたいんです。パズルみたいで楽しいですよ、と明るく答えてくれた。凛子さんの語る横顔を見て俺は思った。なんて強く美しい人なんだろうと。俺は凛子さんにどんどん惹かれていった。リモートワークに切り替えたばかりの頃、最初は慣れない環境に戸惑っていた。けれど1ヶ月もするとすっかり慣れてきて、今は営業や交渉もリモートで行うのが珍しくないから、俺はキャリアを続けられた。教育係や新人研修を担当するなど、後進の育成にも力を入れた。リモートワークの普及にも携わり、どんな事情でも働きやすくなれるよう体制を整えた。その努力が認められて、俺は転職してから3年で部長に昇進した。昇進を祝って、両親は凛子さんや近所の住民を招いて祝賀会を開いてくれた。祝賀会の後、星を見ている祖母に俺は言った。ばあちゃんが背中を押してくれて、諦めずに粘って掴んだ仕事だったんです。俺、この仕事を選んでよかったです。すると、認知症が進行して、普段ほとんど会話が通じない祖母が、あきくんは自分の道を見つけられたのね、と微笑んだ。間違いなく俺に向ける、あの頃の祖母の笑顔だった。涙が出そうになったのをぐっとこらえて、俺は祖母の手を握り、おばあちゃんのおかげですよ、と感謝を述べた。祖母の支えがあったからこそ、ここまで来られたんだと思う。3月になり、地元のスーパーで凛子さんに会った。凛子さんの息子、蒼太くんに初めて会った。蒼太くんは保育園に通っていて、来月には小学生になるらしい。凛子さんが慌てた様子で、買い忘れたものがあるから申し訳ないんですけど、蒼太を連れて先に帰っててほしいんです。すみません、お願いします。と言い、俺は有無を言う間もなく、蒼太くんを送り届けることになった。おじさんと一緒でも大丈夫かな?と尋ねると、しっかりとした口調で、大丈夫だよ。お母さんがいつも言ってるあきくんだよね?と聞かれ、うん、そうだよ。蒼太くんのお母さんは俺の話よくお家でするの?と聞くと、ニコッと笑って、うん、たくさんね、と言った。蒼太くんと一緒に歩いていると、俺に、おじいちゃんおばあちゃんは好き?と聞いてきた。俺は答えた。おじいちゃんは小さい時に天国に行ってしまったから会ったことはないけど、おばあちゃんは大好きだよ、と答えた。すると蒼太くんは少し首をかしげながら、うちのおじいちゃんは病気ですぐに忘れてしまうんだ。僕のことも覚えていないみたい、と話し始めた。俺は寂しくないかと尋ねた。すると蒼太くんは、おじいちゃんにとっては全部が新しいってことでしょ。新しいってそれだけでワクワクするもん。新しいサッカーボールを買ってもらったら明日が楽しみだなってさ。それってそんなに寂しいことなのかな?と答えた。その言葉に俺はハッとした。俺が祖母のことをかわいそうだと思っていたのは、実は自分のエゴだったのかもしれない。祖母にとっては毎日が新しく新鮮なのかもしれないと気づかされた。自宅に戻ると祖母が、散歩に行きたいわ、と言ってきた。俺は車椅子をしながら冷たい風の中を祖母と一緒に歩いた。ブランケットを直していると祖母が、はじめまして、と言った。俺は微笑みながら、はじめまして、僕の名前は一ノ瀬亜希と言います、といつも通り答えた。祖母は続けて、私の孫のあきちゃんはね、
とってもかわいいの。こないだ1歳になったと言ってたかしら。どんどん歩いて何でも触るから目が離せないって言ってたの。あきちゃんはきっと好奇心旺盛なのね。と話し始めた。俺はうなずきながら、そうかもしれませんね。大きくなったら将来楽しみですね。アメリカのすごい、なんかハーバード大学とか行っちゃったりしてね。と冗談交じりの口調で祖母の記憶を試すが、いつも通り。お兄さん面白いこと言うのね。ますます将来が楽しみだわ。とたわいもない会話に塗り替えられてしまう。この会話を繰り返すたびに、俺は眉を下げて祖母に合わせるように笑う。そのまま何事もなかったように車椅子をし続けた。今の祖母にとっては何事でもない、見知らぬお兄さんとの会話なのだろう。3月だというのに今日は一段と冷え込んでいた。でも頬に吹いた風は暖かかった。もう春はすぐそこだね。寒いけど風は暖かい、と祖母に話しかけると微笑んで、そうね、と一言返した。俺は何度でも祖母と出会い、そして今日みたいな春を迎えていきたい。これから先、毎日のようにそう思うだろう。道の先で颯太くんの手を引く凛子さんの姿が見えた。俺はここにいるよと言わんばかりに大きく手を振り返した。颯太くんは、今日のご飯ハンバーグだよ、早く帰ろう、と大きな声で教えてくれた。俺は祖母との散歩の途中で、かつて教えてくれた言葉を思い出していた。人は何度だって生まれ変わり、何度だってやり直せるのよ、と。そして、同じ日に見えて同じ日は二度と来ない、だからこそ今日という日を大事に過ごしていきなさい、と祖母は言っていた。俺はこれらの言葉を心に刻みながら、祖母の手を握り、ゆっくりと歩を進めた。握った祖母の手は指先が少し冷えていて、その中にかすかにぬくもりを感じる。深く刻まれたシワと全てを包み込んでくれそうな厚みのある手。幼い頃からこの手に触れてきた。その手から祖母の知恵と経験が自分の人生にどれほど影響を与えてきたか、言わずとも伝わってくる。祖母の言葉は俺にとって人生の不確実性と、それに対抗できる強さを与えてくれた。祖母がそうしてくれたように、これからは俺が何かを与える番なのかもしれない。過去の自分に別れを告げ、新しい自分へと生まれ変わるために、今日という日を一生懸命に生きる。そして俺は祖母の教えを胸に、どんな困難にも立ち向かっていく勇気を持って前進することを決意する。彼女の言葉は俺の人生の羅針盤であり、どこへでもどこまでも連れて行ってくれる。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。俺は親友のカナダと共に競馬の観戦をするために競馬場に来ていた。そこで昔付き合っていたリンカという女性と再会することになった。今の彼とはいつもビップルームなの。ソファに座ってシャンパンを飲みながらゆっくりできるのよ。まああなたみたいなクズはどうせ道端に座ってもつ煮を食べながらカップ酒を飲むような底辺ライフを送っているのでしょう。酔っているせいなのか、はたまたこれが彼女の本来の姿なのか。カナタと一緒に俺たちはリンカから悪口を言われまくった。そんな時、遠くの方から男の声がした。リンカ、こんなところにいたのかい？探したよ。トモキ。高そうな腕時計やピカピカの革靴、全体的な見た目からして彼が金持ちであることは間違いない。
そんな彼が俺のことを見るや否や、少しだけ息が乱れ始めた。あの、失礼ですが。見た目の差に複雑な気持ちになっている俺に、男はそう話しかけてきた。俺の名前は立花草太。高校生だった頃、倒れてしまった父に代わって牧場を受け継いだ。それからは父の知り合いや彼自身から様々な知識や技術を教えてもらい、いつしか牧場の運営を取り仕切れるまでに成長することができた。父の具合は時間の流れとともに良くなっていったけれども、病気のせいで後遺症が残ってしまった。そのため左半身に麻痺が残ってしまい、今は力仕事をこなすことができない。最近では牛や馬の手綱を笑いながら握っていたあの頃を父は悲しげに思い返したりしている。母はそんな彼の手をそっと握ってあげるのであった。ある日、友人が俺のところにやってきた。どうやら競馬場に連れて行ってほしいらしい。仲がいい彼からの頼みだったから俺は心よく承諾したけれども、こういう時にいたずら心が働くのが友人同士というもの。俺はあえて、競馬なら一人でも行けるだろう、別に俺が行かなくても、と意地悪のつもりで言ってやったら、割と本気ですね出したので、慌てて彼のことを慰めた。嘘だよって言ってあげた時、彼はほっとした顔を浮かべるだけで怒りはしなかった。昔の彼ならば激流のごとく汚い言葉を吐きつけてきていたに違いない。これも成長したがゆえなのだろうか。彼の名前はカナタ。東京の大学を卒業し、地元を離れて一流の企業に就職した。仕事に追われる日々を送っていたので、なかなか競馬場へと足を運ぶ時間がなかった。けれども最近では人材不足が解決したり、社内の規則がひどかった頃から良くなったことで、休みを取りやすくなったらしい。私生活に暇な時間を作ることができるようになった彼は、この機会にと俺の元に来たというわけだ。今までテレビで中継されているものだけしか見たことなかった彼は、次第に画面越しでは満足できないようになっていった。もっと近くでいろんな馬を見たい、実際に全力で走る彼らの姿を見たい。そしてさ、今週末競馬場に推しのアイドルが来るんだよ。これはもう行くしかないと思わないか、ソータ。あ、そうだな。彼を馬好きにしたのは俺なんだけれども、まさかここまで熱が入るとは思っていなかった。あまりにも熱心に誘ってくる彼の姿に俺は苦笑いしてしまった。こうなる前の彼は馬に対して興味を持っていなかった。幼少の頃から英才教育を受けてきた彼にとって、馬という生物はただの畜生でしかないという認識だったそうだ。そういう理由もあって、牧場で馬の世話をする俺に対して彼は蔑みの言葉をたくさん言ってきたりした。学生時代はそのまま俺との仲が最悪な状態で過ごし、結局仲直りすることなくそれぞれの道へと進んでいったのだが、最近会った同窓会でも相変わらずの態度だった彼に、俺はついに感情を爆発させてしまったのだ。今まで強く言い返してこなかっただけあって、その時の彼はとても驚き萎縮していた。そんなことがあってから彼の態度や性格はすっかり柔らかくなったのだ。ようやく俺との会話が成立するようになった彼方は、同窓会の後詫びをしたいと言って牧場を訪れた。その際に馬に触れさせてあげてみたところ、すっかりと彼らに魅了されたというわけだ。それからは俺の牧場で育った競走馬が出場するレースがテレビで中継されるたびに、周りの誰よりも熱くなって応援しているのだ。今では酒を飲みながら世間話をしたり、くだらないギャグを言って突っ込み合うような親友として彼と付き合っている。俺と彼方は約束した通り競馬場を訪れた。今回はうちの馬が出場するわけではないのだけれども、彼方が推しだって言っていたアイドルが来るみたいなので足を運んだというわけだ。ちなみに前日にそのアイドルグループの写真を見せてもらったのだけれども、これが結構可愛い。実際に彼女たちのパフォーマンスを見たことはないのだけれども、
もしかしたら今日そのアイドルグループにすっかり魅了されて帰ることになるかもしれないと、実は少しワクワクしている。それにしても若い人や家族連れの人が多いな。てっきり中年の男女とか高齢者とかばかりが来るものだと思っていたが、なんというか意外だな。そうか。まあ俺みたいに牧場を経営している人の知り合いとか、そういう世界の関係者たちも来るからね。多分知り合いの息子さんが野球の大会に出場するみたいな心持ちなんじゃないか。なるほど。そう言われるとすごく納得する。知る人にとってはそうでもないのだけれども、世間にとって競馬とはギャンブルの一種に過ぎないのだ。だからあまりいい印象を持たれないことが多い。そういったものを払拭するためにも競馬場はいろいろな取り組みをしているのだ。今回のアイドルのイベントもそのうちの一つだ。他にもキッチンカーや屋台が出ていたり、アニメキャラクターのイベントがあったり、そうやって掛け事としての一面だけではなく、スポーツとして観戦する楽しさも知ってもらおうとしているのだ。家族連れの人や若い人が来るようになった結果が取り組みの効果を証明してくれている。俺としてはより多くの人に馬たちが頑張って走る姿を見てもらえることは非常に喜ばしいことだ。他の馬主さんたちや騎手の人たち、そして馬たち自身にとっても多くの人に見てもらえてきっと嬉しい気持ちを抱いているだろう。気がつけば競馬場に来てから俺は夢中になって馬の話ばかりをしていた。隣で聞いていた彼方は困ったように笑ったり相槌をしながら聞いてくれてはいたけれども、多分さすがに少しは退屈していたのかもしれない。なあそうだ、そろそろ腹が減らないか。そういえばまだ昼を食べていなかったな。良さそうなところを見つけて腹ごしらえでもするか。長話の後で我に返って自分が空腹であることに気がついた。俺とソータは気になった食べ物をちょっとずつ買って回りながら、何で胃袋を満たすかを考えていた。そしてうまそうな香りを漂わせるもつ煮を出す屋台を見つけた。なあソータ、あそこにしようか。そうだな、ちょうど体も冷えてきたし、ここらで一丁温まるか。ああけどその前にちょっとお手洗いに行ってくるよ。この寒さのせいでどうしても。な、わかるぜその苦悩。じゃあ俺は先に行って何かを頼んでおくよ。了解した、俺もすぐに行くよ。彼はそう言った後で人混みの中へと入っていった。なかなか前に進んでいけない状況の中、果たして彼は無事にたどり着くことができるだろうか。えい、お待ち。目の前に湯気が立ち上るもつ煮が出される。しっとりと出汁が染み込んだもつの色付き具合は完璧。香りと器から手へと伝わるぬくもりを感じて、思わずごくりと唾を飲み込んでしまう。それだけでも破壊力は十分だというのに、かぐわしい誘惑の匂いを放つ厚感まで添えられているのだ。ああ、飲みたい、食べたい。強烈な欲望のせいで手が震える。頬が緩む。彼方が来るまで待っておこうと考えていたが、とても我慢なんてできそうにない。彼には申し訳ないが、と思いながら、俺はとろけそうなもつを頬張った。人前では控えたい。視界ギリギリまで上がってく口角。そこへ俺は熱感を流し込んだ。ああ、これはやべえ。幸せだ。でも、こういう時にふと自覚してしまうのだ。自分がもうすっかりとおっさんになってしまっていることに。すっかり年を取ってしまったなぁと、少し悲しい気持ちになりながら俺は二口目を堪能しようとした。その時。ねえ、あなた、もしかしてソータじゃない？女性が俺に声をかけてきた。同級生の誰かなのかなと思い、声がした方を見る。俺の顔を見て何かを確信できたのか、彼女はすごく上機嫌で喋り始めた。やっぱりソータじゃん。久しぶり。こんなところで会うとは思わなかった。お前は、リンか？そう、覚えてくれていたんだ。彼女、
小林凛香とは高校で知り合った。同じクラスで席が隣だったので、いろいろと喋ったりしていたのだ。凛香は可愛らしい容姿をしていて、学年トップクラスの人気を誇っていた。小柄で可愛らしく、愛嬌があって人付き合いも良い。一部の男子たちからは学年のアイドルと呼ばれ、みんなからとても愛されていた。そんな彼女から俺は告白された。最初は罰ゲームか何かだろうかと思って、ちょっと困らせてやろうと思い、ごめんなさいと断ったら、本気で悲しそうに泣き始めたので、慌てて慰めたのを今でも覚えている。その後、振ったのは罰ゲームだからと思っていたから、いたずらのつもりでって言ったら、細い腕で何度も背中を叩かれた。でもそんな反応を見たことで、彼女の気持ちが本気だって知ることができた俺は、途端に嬉しくなった。学年のアイドルに告白されるだなんて、まるで夢のようだった。でもそれもすぐに悪夢へと変わった。凛香は人に甘えるのが上手で、男女問わず友人が多かった。周りからも可愛がられる自慢の彼女。そんな誇らしい気持ちもあったのだけれども、他の男子とも仲良くする凛香を見て、少しモヤモヤとしていた時もあった。そんな頃だった。うちの父が病気で倒れたのは、救急車で運ばれて、そのまま緊急手術。不安と恐怖で気が立っていた俺は、その後父が無事だと告げられるまで凛香への報告を忘れていた。気持ちが落ち着き、心拍も落ち着いたところで、俺は彼女に SNS で報告をした。返信が来たのは翌日。そっか、よかったねと、冷たさを感じる短い一言だけが返ってきた。それからしばらくの間、父は入院した。最初はもっと早く治ると見込まれていたけれども、長い間溜め続けていた疲労や年のせいもあって、かなり長引いてしまっていた。このままだと牧場に復帰どころか、回復するかどうかさえわからない。仕事を支持する人がいなくなってしまったら、いよいよ牧場を経営し続けていくことが難しくなる。そんな時にすっと出た言葉が、俺が牧場を継ぐよだった。二人だってうすうすそれしか道はないと分かってはいただろう。学校を辞めて牧場を継ぐって言った時、最初こそ強く反対してはきたのだけれども、次第に言葉を口にしなくなっていった。また喋り出したかと思ったら、今度は母がただひたすらに、ごめんなさい、ごめんなさいと繰り返すばかり。父も辛そうな表情を浮かべていた。それを見たことで、俺の気持ちは揺るがないものになったのだった。牧場を継いで学校を辞めることを凛香に告げると、はあ、高校中退なんてありえないんだけど、将来どうすんのよと激怒した。いつもの柔らかい雰囲気の、いや造花のように役者になっていた彼女が、本性をむき出しにしてきたのだ。最初は驚いたけれども、なんとなく予想はしていたので、そこまで動揺することもなかった。ねえ、あなたは私のこと本当に好きなの？私とお父さんどっちが大事なの？彼女にその質問をされた時、俺の気持ちは一気に冷めてしまった。この人は他人のことを思いやることができない人なんだなって失望してしまった。でも俺にだって日はある。高校を中退してしまえば、将来が不安定になるのは確か。そのことで気持ちが落ち着かなくなるのは当たり前のことだから、彼女に対して申し訳ないという気持ちは抱いていたけれども、相手の家族を自分と天秤にかけてしまうような人とは、この先も良い関係を築いていける気がしない。どのみち破局する未来しかないと当時の俺は思った。はっきりと別れることが決まったのは、彼女が俺の前から去っていく前に放った言葉。高校中退して牧場の仕事をするなんて、そんな臭いし汚いしきつい仕事なんて将来苦労するに決まっている。私はもうこれ以上付き合ってらんない、別れる。この時俺はなぜかとても清々しい気持ちになった。今でもはっきりと覚えている。翌日、彼女は当時俺と不仲だったカナダと付き合い始めたのだ。
二人で一緒になって俺に悪口を吐きつけてくるのを見て、俺は面白いという感情を抱いた。だって自分に対して散々なことを言ってくる男とあの女がくっついたって事実だけでもう十分面白いのに、これから二人が迎えるであろう未来を想像すると笑いがこみ上げてきた。今思えば当時の俺もだいぶ心が歪んでいたけれども、あの二人ほどではなかったと今でも思っている。凛花が俺に話しかけてきた時、彼女の手にはキッチンカーで買ったであろうクラフトビールの瓶が握られてあった。っていうか、もつ煮食ってんの？マジで？半分バカにした様子で彼女は笑った。その後、露骨に人を見下すような態度で彼女は言葉を続けた。競馬場に来てもつ煮とカップ酒とはね。ああ、やっぱり底辺に落ちちゃったか。かわいそうに。私なんて今の彼といつもビップルームなの。ソファに座ってシャンパン飲みながらゆっくりできるのよ。へえ、そりゃめでたいことだ。うらやましいでしょう。まあ、あなたみたいなクズはどうせ道端に座ってカップ酒を飲むような底辺ライフを送っているのでしょうから、うらやましがるのも無理はないわね。酔っているせいなのか、はたまたこれが彼女の本来の姿なのか、まがまがしさを感じる声で高笑いする凛花。周囲にいた人たちは表情を曇らせていた。そんなところへ彼方が戻ってくる。待たせたな、ソータ。てか何先に食ってんだよ。一緒に乾杯したかったぜ。これは仕方ないんだ。攻めるならこのうまそうなもつ煮を攻めてくれ。何言ってんだか。というか昼間から酒入れて大丈夫なのか。少量だけだよ。さすがに昼間から酔っ払うまでは飲まないよ。彼方は凛花に気づいていない様子だったけれども、途中で耳に触るような声でちょっとと彼女が言ったことで、彼方が凛花の存在を認識した。お前はもしかして凛花か。随分と久しぶりだな。ヒステリックは相変わらずのようだな。何がヒステリックよ。おっと、これは失礼。久しぶりに会えて、まあ一応嬉しいよ。露骨に嫌そうな彼方を見て、俺は吹き出すように笑ってしまった。というか、あんたたち仲が悪かったはずでしょ。なんで一緒にいるのよ。昔の話な。今は違う。まあ俺も大人になったってことだ。俺たちが仲良さげに一緒にいるのが凛花にとっては少々不愉快らしい。怒りが顔に出ていた。何よ何よ、あんたたち揃いも揃って底辺に落ちちゃって。あ、やばい。多分感情をここで爆発させるんだろうと俺と彼方は身構えた。そんな時、遠くの方から男の声がした。凛花、こんなところにいたのかい。探したよ。ともき。途端に女の顔になる凛花。多分この男性が彼女の言う彼なのだろう。おや、もしかして凛花の知り合いの方ですか。私は彼女とお付き合いさせていただいている桜井というものです。慣れた様子で自己紹介をする桜井さん。雰囲気など落ち着いていて、容姿も端麗。見るからに高そうな腕時計や輝くまで磨き上げられた革靴など身につけているものから、すでに一般人とは明らかに格が違っていた。まさに紳士と呼ぶにふさわしい人物だろう。こんな人が彼氏じゃ確かに俺たちがボロカスに言われたって仕方がない。劣等感を覚えてしまいそうになるほどの差がある人と比べられてしまっては。あの、失礼ですか。複雑な気持ちになっている俺に桜井さんが話しかけてきた。息が少し乱れているような気がした。もしかして立花聡太さんではありませんか。ええ、まあそうですが。やはりこうしてお会いすることができてとても光栄です。光栄。ええ、実は私競馬場で観戦をするのが好きなんです。
今までいろんな馬を見てきましたけれども、立花牧場で育てられた競走馬はどの子も私の記憶に強く残っています。それは私としてもとても嬉しいです。桜井さんが握手を求めてきた。俺はそれに心よく応じようと自分の手を差し出した。その時、横で驚いていた凛花が俺の手を空になった瓶で叩いた。ちょっと何してるのよ。私の友樹に触らないで。友樹もどうしちゃったのよ。こいつが何だっていうの。ただの中卒の底辺じゃない。また耳に触る声で怒り出す凛花。そんな彼女に対して桜井さんが優しい声で言った。彼はオーナーブリーダーでダービー馬の馬主でもある。優れた競走馬を何頭も輩出している凄腕の方なんだよ。だから決して底辺ではないよ。凛花、分かったら颯太さんに謝りなさい。桜井さんがそう言うと、凛花がさらに大きな声で文句を言い始めた。優れた馬だとかそんなこと知らないわよ。牧場で働いているのならどこまで行っても底辺でしかない。友樹もこんな人の味方なんてしないでよ。私よりもこの人の方が大事なの。それを聞いた桜井さんが眉間にシワを寄せた。そして深くため息をついた。言葉も出ない桜井さんを見て、彼方が呆れたような様子で凛花に言った。さっきビップ席だのなんだのと自慢していたけどさ、こいつは馬主席なんだよ。だからほら、しっかりとスーツを着てきているだろ。馬主席にはドレスコードがあり、カジュアルな格好で入ることができない。そのため俺と同行者の彼方はスーツを着てきていた。改めて俺たちの格好を確認した凛花は、嘘でしょと青ざめながらつぶやいた。なあ凛花、お前が俺に牧場の仕事は臭くて汚くてきつい仕事だって言ったの覚えているか。ええ、だって事実じゃない。うろたえながら答える凛花。別に俺がそうだって言うつもりはないけどさ、そういうしんどい仕事をしてくれている人がいるからこそ社会っていうのは成り立っているんだよ。そういうことも理解せず、ただ人のことを見下し続けるだけの人生を歩み続けていたら、いつか足元を救われるぞ。いい加減お前も大人になれよ。少し説教じみたことを言うと凛花が激怒した。底辺が私に説教するんじゃないわよ。その辺にしておきなさい凛花。これ以上集体を晒すのはやめなさい。何よ。そう、友樹は私なんかよりこの底辺の方が大事なのね。見損なったわ。もう帰る。彼女はそう言ってカンカンとヒールのかかとを鳴らしながら遠くの方へと去っていった。うちの彼女が大変な失礼をしました。いえいえ、お気になさらないでください。ありがとうございます。しかしよかったです、彼女の本性を知ることができて。私も彼女とは付き合ったばかりなので、まだ凛花の心の深いところを知らなかったんですよ。それはよかった。危うくあなたも彼女の毒牙にやられるところでしたね。あなたも？桜井さんは昔を思い出して苦虫を噛みつぶしたような表情をする俺たち二人の目を交互に見た。そして何かを理解したかのように、ああと言いながら首を縦に振った。俺と彼方はただ苦笑いを浮かべることしかできなかった。友樹さんは会社を経営している実業家だった。普段は仕事に追われている身だけれども、時々運よく暇を得ることができる。そういった時にこうして競馬場へと足を運び、馬たちのレースを見守りに来ている。彼もまた熱狂的な競馬ファンのうちの一人だったのだ。すっかりと意気投合した俺たちは一緒に熱くなって応援したり、観戦しながら馬の素晴らしさについて語り合ったりと楽しい時間を過ごせた。良き付き合いができるかもしれないと俺たち3人は帰る直前に連絡先を交換し合ったのだった。
後日、俺とカナタは桜井さんの会社の創立パーティーに招待してもらった。けど、カナタは仕事が忙しくて、今回は来れそうにない。代わりに、そうだ、どうせこれまで牧場にこもってたせいで、作法とか勉強してこなかっただろう。教えてあげるから、当日俺の分まで楽しんで来いよ。と言って、テーブルマナーやその他の作法についていろいろと教えてくれた。彼のおかげで俺は少しだけ胸を張ることができたような気がした。会場には桜井さんの友人たちがたくさんいた。彼らもまた競馬のことが好きな人たちで、中にはつい先日大きな賞レースで優勝した馬の馬主さんまでいた。さすがに俺じゃあ場違いかななんて思っていたけれども、桜井さんが気にかけてくれたおかげで、いろいろな人と話すことができて楽しかった。またテーブルに並べられた食事もどれも絶品のものばかり。食べればたちまち幸福感が心を満たしていくのを感じた。ああ、これでパートナーがいたらもっと良かったのにな。この美味しい幸せを分かち合える人がいないことに、俺は少し寂しさを感じた。周りの人たちは次々と結婚したり相手を見つけていっているというのに、俺は未だ独身。そもそも自分の牧場にいる時間が長いので出会いすらないのだ。ああ、もしかしたら俺はこのままずっと一人で生きていくことになるのだろうか。そんなことを考えていた時、俺は美味しそうに食事をしている一人の女性に意識を奪われた。今日のパーティーに参加しているのはほとんどが男の人。そんな中だと女性の存在はやっぱり大きく見えてしまう。俺が一人でいることに寂しさを感じている一方で、彼女は一人でいることを好んでいるようにも見えた。ローストビーフをものすっごく美味しそうに食べている。彼女には不思議な魅力があった。気になってしまった俺は吸い寄せられるように彼女に近づいた。美味しそうなお肉ですね、そのように声をかけた。最初は少し驚いたような反応をした。絶品ですよ。あそこのシェフが切り分けてくれるんです。あなたも一切れ食べてみますか？それから俺は彼女にいろいろと勧めてもらいながら、いろんな料理を食べて回った。そこへ桜井さんが声をかけてきた。やあ、二人ともパーティーを楽しんでくれているかい？ええ、本当に素晴らしい料理ばかりです。心も食欲も跳ねております。気に入っていただけて何よりです。それから、主催者の自分のことを気にもせず、食事を楽しみ続ける彼女の方を桜井さんが笑いながらつっついた。最初の数回は気にもしていない様子だった。けれども、やりすぎだろうと心配になったところで、女性はぷくっと不機嫌になって桜井さんを睨んだ。もう、お兄ちゃんやめて。お兄ちゃん?美味しそうに食べていたからついやってしまった。二人の関係に驚いて声も出せない俺。おっと、これは失礼。彼女は私の実の妹で志保と言います。仲良くしてやっていただけると嬉しいです。志保さんですか？綺麗な人ですね。見た目は確かにいいんですけどね、中身がちょっと。苦笑いする桜井さん。そんなことを気にもせず食事を楽しむ志保さん。まあ私はこの辺を回ってますので、何かあったら言ってくださいね、蒼太さん。お気遣いありがとうございます。桜井さんはそう言って向こう側に集まっている人たちの輪の中へと入っていった。蒼太さんは兄とはどこで知り合ったのですか？つい先日競馬場で出会ったんです。桜井さんの方は私の顔を知っているようでした。もつ煮を食べていた時に話しかけてもらえたんです。そうなんですね。ということは蒼太さんも馬が好きなのですか？ええ、それはもう一応馬主もやらせていただいているんですよ。へえ、そうなんですね。なるほど、それなら確かにうちの兄が懐く。ああ、いえ、興味を持つのも納得できます。志保さんや
懐くってどういう意味ですか？しかし競馬が好きかとは聞かないんですね。競馬場で出会ったものですから、てっきりそう返されるものだとばかり。うちの兄は馬が好きなんですよ。馬が好きで競馬を見るんです。なるほど。彼女曰く、桜井さんは高校生の頃馬術部に所属していたそうだ。最初は珍しい体験ができると入部したのだけれども、次第に馬の魅力に取りつかれていって、途中からはすっかりと馬マニアになってしまっていたそう。それでうちの兄、当時付き合っていた彼女さんがいたんですけど、振られちゃったんです。相棒の馬に愛情を注ぎすぎて、人間の彼女がすごく嫉妬したんですって。気持ちはわからなくもないですけど、二人とも変わり者だなって思ってました。それでそんなことがあってから、兄は変なあだ名で呼ばれるようになったんです。変なあだ名？はい、みんなから鹿野郎って呼ばれていました。鹿？何か関係があるようには思えないけど、どうしてそんなあだ名が？兄が鹿で乗っているのが馬。ああ、なるほど、そういうことか。言えて妙だなと思ってしまったせいで、じわじわと笑いがこみ上げてくる。まあ、きっとそのせいもあるのでしょうね。最近彼女ができたって張り切っていたのに、付き合ってまだ数日しか経ってないのにもう別れたって。そんなこともあるさ。それ以上に言葉が出てこなかったので、とりあえず苦笑いでごまかしておいた。さすがにここでは言えない。二人が別れてしまった原因となったのが俺だということを。そういえば、ソータさんも今独身ですか？突然の質問にドキッとする。どうしてそう思うのですか？だってソータさんも馬好きって言ってましたから。今までの話を聞く限り、パートナーはいないのかなって。ははまあそうですね、今は独り身です。あ、でも勘違いしたらダメですよ。自分はちゃんと人間の女性には興味がありますとも。ただ出会いがないだけです。それに自分では誇りを持っていますが、牧場で働いている人なんてあまり魅力も感じてもらえないでしょうから。そんなことはないですよ。素敵な仕事ではありませんか。彼女はまっすぐに俺の目を見ながらそう言った。どうせ社交辞令なんだろうなと思って、それからはあまり自分から牧場の話を持ち出さないようにした。しかし志保さんはどんどん質問をしに来てくれる。牛のことや馬のこと、その他に飼育している動物のことについて興味津々に聞いてくる。私、ソータさんの牧場見に行ってみたいです。歓迎いたしますよ。来ていただけるなら私から迎えに行きましょう。よろしいのですか？ええ、そうしたいって思えるほどあなたに来ていただけるのが嬉しいんです。そんなことを言われたら。いえ、何でもありません。その時はぜひともよろしくお願いしますね。彼女はそう言って可愛い顔でニコッと笑ってみせた。パーティー終盤、突然会場の入り口のドアが勢いよく開けられ、髪を振り回した女性が乱入してきた。よくよく見るとそれは凛花だった。私は認めない。こんなあっさり私のことを捨てるの？彼女は桜井さんのところへと詰め寄りながらそのように怒鳴った。別れるだなんて絶対無理だから。私のこと好きって言ってくれたじゃない。ちょっと気に入らなかったからって私のことを捨てるなんてひどすぎるよ、最低。このままでは桜井さんが危険。凛花の道路上にいる人たちはそれを理解したのか、全員で彼女のことを止めようとした。けど乱心した女の人の力というのは恐ろしいもの。結局誰も彼女のことを引き止めることができなかった。自分の目の前まで来た凛花のことを桜井さんが冷たい目で見る。あなたのそういう非常識なところがダメなんです。自分のわがままが何でも通せるほど世の中は甘くありません。今このまま帰るなら見逃してあげましょう。ですがまだここでわめき散らすというのであれば、
警察に通報します。リンカはその言葉で頭に血が昇った。そして近くにあったワインボトルを握り、それを振りかぶった。桜井さんにガラス瓶を振り下ろすつもりだ。さすがにこのままではいけないと思った俺は、リンカのところへと飛びつくようにして距離を詰め、彼女の腕をつかんだ。離せこの野郎、離せって言ってるでしょうが。今までにないくらいの強靭っぷりを見せるリンカ。離せこの、離せ。どうやら俺の声は届いていないらしい。だがそれは別に大したことじゃない。何がどうであれ、彼女が俺の力を超えることなどできない。こちとら数百キロの牛や馬相手に綱引きを続けてきたんだ。今さら線の細い女が暴れたってどうということはない。けどそれにしてもこいつ往生際が悪すぎる。そんな感じでしばらくの間力比べが続いた。けどそれも警備員の到着で終わりを迎えた。リンカは駆けつけてきた数人の男たちに連れて行かれたのだった。その後警察が到着するまでに数分とかからなかった。どうやらリンカが手を挙げようとした段階で志保さんが通報しておいてくれたようだった。そのおかげで警備員さんたちが大変な思いをする時間が短くなった。これにて一件落着と言いたいところだったが、これだけの騒ぎが起きてしまった以上、パーティーの続行は難しそうだった。結局その日はぼちぼちと解散することになってしまった。全部が片付く頃には俺たち3人以外は皆帰ってしまっていた。ソータさん、今回は本当にありがとうございました。もしあなたがあそこで入ってきてくれていなかったら、きっと私の片腕に傷が残ることになっていたでしょう。いえいえ、無事で何よりです。しかし大変な女性でしたね。ええ、まさかあそこまでの人だったなんて。どうやら僕には人を見る目がないらしい。悲しげにつぶやく桜井さん。俺自身も昔リンカと付き合っていた男だから、彼に対して何も言えなかった。でもお兄ちゃんとソータさんに怪我がなくて本当によかった。本当に怖かった。おやおや、兄のことを心配してくれているのかい。いつぶりだろうか、そんな風に言ってくれたのは。バカ。志保さんはそうつぶやいて桜井さんを軽く小突いた。それにしてもソータさんって勇気がありますね、あんな状況なのに。まあこういうのは初めてじゃないですから。本当かっこよくてドキドキしました。小声でつぶやくように志保さんは言った。その言葉を聞いて俺は自分の顔や耳が突然熱くなったのを感じた。どう言葉を返せばいいのか本気で悩んでいた時、桜井さんがわざとらしく咳払いをした。やれやれ、兄はこうして失恋に昇進しているというのに、全く君たちは人が悪いね。冗談のつもりで言うけど、美酒を冷やしていた氷水を君たちにかぶせてしまいそうだ、熱冷ましのために。あらあら、昇進しているのならお酒で忘れてみるのもいいかもしれないわ。ほら鼻の穴から、あら、そこにちょうどキンキンに冷やされた美酒が。わ、悪かったって。冗談だって言ったのに。まったく、うちの妹と来たら。すっかりと弱ってしまった桜井さん。俺もこの時彼女のことを怒らせるのはやめておこうと本気で思った。それからしばらく時が流れた。俺は相変わらずあの牧場で動物たちと触れ合う毎日を送っている。変わったことがあるとするならば、志保さんから食事の誘いが来るようになったことだろうか。彼女は食べることが趣味だと言って下には自信があると豪語していた。それほどのものなのかと、いろいろとお店を紹介してもらったのだが、どれも本当においしい。選ぶ店に外れがないので本当に舌が肥えているんだなと感心した。今では彼女と一緒に食事に出かけるのがとても楽しみになっている。ちなみにだが、リンカは現在
実家で両親に面倒を見てもらっているのだという。先日の一連の騒動ですっかりと老け込んでしまった彼女からは、かつての美しい容姿が失われてしまった。そのせいで自分に自信を持てなくなった凛花は、暗い自室に引きこもるようになったのだった。ある日の日暮れ、俺はブラッシングを終えた馬を撫でていた。気持ちよさそうにすり寄ってくる馬を見て、俺は彼らが引き寄せてくれた人々との縁を思い返した。学生時代に尖ったことばかりを言ってきていた彼方のこと、近所に住むおじさん、おばさんたち、それから桜井さんや志保、他にも父を通じて知り合った人々や個性豊かな馬たちを育ててきた多くの馬主さんたち、みんな表面上は怖そうに見えたり、少々言葉遣いが良くない人もいたけど、皆その心の奥底には必ず優しさの結晶のようなものが輝いていた。今までの自分の経験から導き出す一つの答え、やっぱり馬が好きな人に悪い人はいないよな。俺はそう撫でている馬に向かってつぶやいたのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あなたに見合ったブスな嫁見せて。高校の頃に俺を陰キャだと言って嫌がらせをしてきた美人同級生、それが今でも俺をブサイクだとか言って絡んでくる。大事な彼女を侮辱されて俺は正直苛立っていた。こいつにいい加減分からせてやった方がいいかもしれない。そう考えていると俺の肩が叩かれた。ごめん、お待たせ。振り返った先にいたのは俺の愛しい嫁。その姿を見た同級生の顔色が変わる。それをきっかけにそいつは自業自得の転落人生となってしまった。俺は飯田満、飲食店カフェのオーナーをしている。このカフェは俺の昔からの夢だった。小さいながらも素材一つ一つにこだわった料理、それを売りにしており、今では雑誌に紹介されるほどの人気店となった。特に俺はコーヒー豆にこだわっている。わざわざ現地で買い付けるほどこだわっているため、知り合いには呆れられるが、同業者には評価を受けている。ラテアートも学んでおり、先日大会で優勝したのもあって、それなりの腕前だと思っている。みつる、最近店の方はどう？順調だよ、君は？私も順調よ。今度お店行っていい？もちろん、来店を心からお待ちしております。よろしくお願いします。俺がこうやって店をできているのは、妻であるカナエの支えがあるからこそだ。カナエは忙しい仕事の傍ら家事をしてくれている。あ、綺麗な花だね。ええ、植物は人の心を癒してくれるし、この花は家の雰囲気に合ってるから思わず買っちゃったの。でもいいでしょ？うん、すごくいいと思う。俺たちの家が綺麗に保たれているのは彼女のおかげだ。カナエのセンスは素晴らしく、 SNS にあげればすぐにバズるほどだ。家だけでなく俺の店の内装や外観も彼女にお願いした。おかげでカナエのセンスで洗練されたものとなっている。俺には美的センスが皆無なため、カナエのアドバイスはありがたかった。本当にカナエのセンスはいいな。ありがとう。まあ職業柄ね。カナエには感謝してもしきれないな。それは私も一緒よ。しかし一見完璧そうなカナエだが、一つだけ致命的な弱点がある。それが料理だ。みつる、トーストできたよ。ああ、ありがとう。それじゃあアボカドを乗せて、あとは手作りコンソメスープと。わあ、すごい。私なら絶対できない。残念なアボカドだったものと黒いスープになるわ。カナエには致命的に料理の才能がない。
未だにトーストと冷ややっこしか作ることができない。昔は俺のためにと挑戦することもあったが。ちょ、すごい煙だよ。目玉焼きなら簡単だと思って。目玉焼き。かなえ、目玉焼きは丸ごと焼かないし、この煙から考えて油引かなかったでしょ。目玉焼きを作ろうとして、フライパンに卵を割らずに入れて強火で空炊きし、ぼや騒ぎになったり。なんかすごい音したけど。ごめん、ゆで卵を作ろうと思って。そのまま電子レンジに入れちゃった？うん。確かに電子レンジでもゆで卵ができるけど、そのまま入れると爆発するんだよ。電子レンジでゆで卵を作ろうと爆発させたり。みつる。今度はどうしたの？これ。ごめん。この真っ黒な液体は何？味噌汁のはずでした。味噌汁を作ったら真っ黒な液体が出来上がったり。俺がフォローできるものはフォローしたが、ほとんどは取り返しがつかなかった。やっぱり私は料理ダメだわ。彼女自身、自分の才能を諦めていた。ミツルはすごいわね。こんなにおしゃれで健康的な料理ができるんだもの。ありがとう。でも、カナエの方がすごいよ。料理はできなくても、他は完璧だし、それにカナエのおかげで家は綺麗なんだ。俺は君みたいな美的センスがないから、こんな風に素敵なインテリアを揃えられないし。たとえ料理ができなくても、その分俺が美味しくて健康的な料理を作れる。俺にセンスがなくても、その分カナエが美しく飾ってくれる。そんな風に支え合い、穏やかな日々を過ごしていた。ミツル、手紙届いていたわよ。そうなんだ、ありがとう。ある日、俺宛てに同窓会の招待状が届いた。うわ、マジかよ。同窓会のメンバーは高校の頃のもので、漢字がずっと苦手だった女子、冴島優香だった。ちょっと、陰キャがいたら空気が悪くなるから、どっか行ってよ。冴島優香はミスコンで優勝するほどの美貌の持ち主だが、周りの人たちを見下していた。そんな彼女にいい印象を持つはずもなく、できるだけ関わらないようにしていた。社会人になってからある程度おしゃれをするようになった俺だが、高校時代は今よりさらに垢抜けない男子生徒だったため、よく陰キャと言われて笑われていた。また陰キャと一緒？最悪なんだけど、できるだけ離れてよ。俺だって嫌だっての。陰キャが生意気なこと言ってる。マジウケるんだけど。しかも何の因果か、3年間同じクラスで席が近かったため、ずっと笑われ続けた。わざわざ俺が距離を取ろうとしても、向こうが絡んでくるから、正直参っていた。お前から近づいてんじゃん。いちいち飯田に絡むなよ。女子は女子と一緒にいりゃいいじゃん。そんな俺を友人たちが守ってくれたから、俺は3年間学校に通えていた。特に親友の相葉勝樹は、取り巻きの女子たちに睨まれようとも、冴島に言い返してくれていた。あら、どうしたの？なんだか難しい顔をしてるけど。ああ、高校の同窓会のことでさ。正直あの冴島と、その取り巻きが幹事をしている同窓会に行きたくはない。ただ、基本的にはそれ以外のみんなとは仲がいい友人だったし、特に勝樹とも久しぶりに会って話したいという思いもあった。悩んでいるなら出席したら？同窓会に行ったからって絶対に幹事と話さなきゃいけないってわけじゃないんだし。カナエの後押しもあり、俺は悩んだ末に出席することにして連絡をした。同窓会が終わったら車で迎えに行くから、たくさんお酒飲んでもいいよ。
そう言って笑ってくれるカナエに俺も微笑み返した。ありがとう。それじゃあ楽しんでくるよ。ええ、楽しんでね。そんな風に言ってくれる彼女に感謝しつつ、俺は同窓会の日を楽しみにしていた。あ、みつる。来た来た。こっちだ、いいだ。ああ、みんな久しぶり。当日、会場レストランに向かうと、高校時代仲の良かった男子数人が話しかけてきた。その中にはもちろん勝木もいた。本当に久しぶりだな、みつる。お前が海外にいるから、なかなか会えなかったもんな。すっかり日焼けしたな。まあな、みつるはなんかおしゃれになってね。それ思った。おしゃれに何の興味もなかった飯田が、こんなにおしゃれになるなんてな。変わったところはお互いにあるが、話し始めればあっという間に昔の関係に戻った。俺は幹事のせいで憂鬱だったことも忘れ、旧友との再会を喜んでいた。カナエに背を押された通り、出席してよかったと、この時は心から思っていた。みんな、久しぶり。ミスコン優勝の優香様の登場よ。そこに幹事の冴島優香が現れた。大声とふざけたセリフに、会場のみんなの視線が冴島に集まる。相変わらず派手な化粧に派手な服。もはやケバケバしいと感じるほどだった。お久しぶりです、冴島さん。相変わらずお綺麗ですね。そんな彼女を取り巻くように何人かの似たような格好の同級生が周りを囲んでいた。なんか売れなくて必死になってるキャバ嬢とその取り巻きみたい。勝木、キャバ嬢に失礼だぞ。あ、そうだな、あれだ、ラフレシアとそれによる虫。相変わらず例えが極端だな。俺たちの会話に他の友人が小さく吹き出した。それに冴島が俺たちを一別する。相変わらず陰キャどもは地味で空気が悪いわね。そう言って見下し始めてきた。どうせ今でもパッとしないんでしょうね。結婚相手や彼女だって不細工なんだろうし。そもそも相手なんかいないか。社会の隅でコソコソしてるんでしょうね。確かに、いわゆる窓際族なんじゃない？もしくは無職の引きこもりだったりして。やだ、近づかないでおきましょう。そんな感じで言いたい放題だ。俺はつい顔をしかめている勝木の顔を見た。パッとしない、ね。どこ目線なんだか。人のこと言う前に自分の格好を見直せっての。俺たちはそもそもお前らに興味ねっての。勝木は向こうに聞こえないほどの小さな声で言い返していた。何でもかんでも言い返して女子に睨まれていた高校時代と違い、勝木の方は成長して大人としての対応をしているらしい。冴島たちは俺たちの悪口で一通り盛り上がった後、別のターゲットを見つけたらしく去っていった。やっと行った。悪口ばっかりで変わらないな。ほんと見た目だけ。確かに冴島は今でも華やかな美貌を衰えず、年齢を増してさらに妖艶になっていた。見てよ、私の SNS にアップしてる華やかな暮らし。大声で話しているせいで聞こえてくる自慢。SNS でその華やかな暮らしをアップしており、インフルエンサーとして企業の案件も受けているなど、聞きたくなくても聞こえてくる。実際私には何人ものパトロンもいるし、生活を援助してもらってるの。冴島さんの美しさなら当然ですよね。そうよ、おかげで私は世間のやつらと違ってしっかり働かなくても生活していけるの。そんな風に話している。正直、ちゃんと働いて自分の力で稼いでいる俺たちからしたら何の自慢にも思えない。別世界の話みたいだな。実際別世界だろ。お互い関わりたくないんだし。確かに。あ、
そういえばこの間さ、相場の言ってたやつやっと見つけたんだよ。おい、やめろって。知り合いが買ってるとか恥ずかしいし。俺たちは大して興味も持たず、自分たちの話題で盛り上がっていた。これが私の婚約者なの。わあ、かっこいい。イケメンですね。これくらいじゃなきゃ私には釣り合わないもの。あなたの結婚相手も見せてよ。冴島さんの後じゃ恥ずかしいな。あら、素敵じゃない。ありがとう。そういえば最近彼氏できたって言ってなかった？うん。え、見たい。見せてよ。冴島たちは自分の彼氏や結婚相手の写真を見せて盛り上がっているらしい。ねえ、旦那呼ぼうよ。いいじゃない、今彼に連絡したら来てくれるって。え、冴島さんのイケメン婚約者来るの？やった。どうやら冴島の婚約者も来るという話になったようだ。そういえばお前ら相手とかいるのか？そんな話が聞こえてくるのもあって、俺たちの話も次第にそんな感じになっていった。俺はまだいないけど、ミツルは結婚してたよな。ああ。え、マジ？飯田って結婚してたの？ああ、お互い仕事も忙しいし、結婚式とか俺も彼女も興味なくて、席は入れて両家の親族だけを呼んでこじんまりとな。そうだったんだ。てか、よく見たら指輪してんじゃん。本当だ。とりあえずおめでとう。はは、ありがとう。俺が結婚してることに友人たちは驚いていた。勝木だけは高校卒業後も連絡を取り合ってたのもあって知らせていたが、みんな忙しくて連絡する暇もなく、報告しそびれていたな。へえ、陰キャでも結婚なんてできたんだ。そんな俺たちの会話が聞こえてきたのか、冴島たちがやってきた。こんな陰キャと結婚するとか、どんな女よ。男の趣味悪すぎ。どうせ相手がいなくて、こんな陰キャしか捕まえられないダサい女なんでしょうね。明らかに顔をしかめる俺たちに気づかないのか、俺の結婚相手がどんな人物か予想して盛り上がる冴島たち。絶対ブス。こいつに見合った嫁なんてブスに決まってるじゃん。あはは。そう言って大笑いする冴島にみんなが引く中、俺は怒鳴りそうになった。こんな奴に優しくて愛しい彼女を侮辱されるなんて。ゆうか、ずいぶん楽しそうだな。あ、高文。温度差が激しい中、冴島の自慢の婚約者が到着したようだった。彼が私の婚約者の及川高文よ。彼はね、イケメン経営者なのよ。そう言いながら婚約者の腕に絡みつく冴島。スーツを着こなしている彼は確かにイケメンで、身につけているのも高級そうだ。あれ？あの顔。みんなが注目する中、俺はその顔に見覚えがあった。あ、もしかして飯田さん？思い出した。あの及川さんだ。え？先に気づいたのは婚約者の及川の方だった。飯田さんじゃないですか。お世話になっております。俺を見るなり、腰を低くして話しかけてくる。こちらこそ、お世話様です、及川さん。俺も立ち上がって彼に挨拶をした。まさか、こんなところで飯田さんと会うとは。そういえば彼女と同い年でしたね。こんな風に会うなんて、縁がありますね。ええ、本当に。世間は意外と狭いですね。ねえ、ちょっと、知り合いなの？この陰キャと？親しげに会話をする俺たちに、冴島が及川さんに尋ねた。及川さんは、陰キャという言葉に、笑顔から怒りの表情になった。なんだ、その言い方は。なんだも何も事実でしょ。隅っこでこそこそ話してるような陰キャ。ふざけるな。まさか、そうやって飯田さんをバカにしたのか。
君は何だってそうやって上から言うんだ。何よ。というか、私の質問に答えなさいよ。この人は俺の店の貸主だ。この辺りの不動産持ってるの、この人だぞ。俺をバカにしたことを怒っていた及川さんが、俺の正体を明かした。実は俺の実家は資産家で、俺自身もいくつか不動産を持っていた。自分の店を持つのは夢であり、実現したが、俺が全ての店の経営をするのは難しい。ということで、テナントとして貸し出しをしていた。及川さんはそのうちの一つの飲食店の経営者。礼儀正しく真面目。俺も信頼している人物で、経営も順調だと聞いていた。嘘よ。こんな陰キャが大金持ちなわけないわ。及川さんから説明されても、冴島は信じようとしなかった。はあ、君は本当に自分の都合の悪いことは信じないな。申し訳ありません、飯田さん。そんな冴島に及川さんはため息をつき、俺に頭を下げて謝罪する。彼は悪くないのだが、こういうところが好感が持てる。ねえ、どうする？なんか本当っぽいよね。冴島の取り巻きたちもひそひそと話しながら俺たちを見ていた。たとえ不動産を持っていたって、ブサイクな陰キャには変わりないでしょ。嫁だってブサイクに決まってる。写真とかないの？あなたに見合ったブスな嫁見せなさいよ。おい、いい加減にしろ。ほら、あなたに見合ったブスな嫁見せて。及川さんが冴島を止めようとするが、すっかり暴走している。正直、こんなやかましい女に彼女を会わせたくはない。だが、冴島を見返すにはちょうどいい機会なのかもしれない。そんなことを考えている俺に一人の女性が近づいてきた。ごめん、お待たせ。そう言って俺の肩を叩いたのは妻のかなえだった。かなえ、来てくれたのか。ええ、早く来ちゃって外で待ってようかと思ったんだけど。サングラスをかけて帽子をかぶっているが、すらりとしたスタイルは誰が見てもただものではない。ちょっと顔見せなさいよ。のんきに話している俺たちにじれたのか、冴島がかなえの帽子とサングラスを奪った。え、嘘。あれってモデルの、人気モデルのかな？カナエの顔がさらされると、周りから歓声が起きた。そう、カナエは今人気のモデルのカナだった。テレビで見ない日はないほどの人気者で、飾らない人柄と健康的なスタイル、センスの良さで、情報番組に引っ張りだこだった。妻のカナエです。はじめまして。カナという芸名でモデルをしている飯田カナエです。俺たちは冴島に笑顔を向けた。本物のカナだ。すごい。私ファンなんだけど、サインもらえるかな。やっぱり綺麗。周りがカナエの登場に歓声を上げる中、冴島は何も言えずにほうけている様子だった。冴島さん、久しぶり。私のこと覚えてる？そんな冴島にカナエが微笑んだまま声をかけた。はあ？冴島はカナエの問いかけに顔をしかめる。何を言ってるのかわからないと表情が物語っていた。私の旧姓、小島っていうの。小島カナエ。小島？忘れちゃった？嫌がらせして学校を転校させた同級生のことなんて。まさか。カナエの言葉に冴島の顔がどんどん青くなる。どうやら思い出したらしい。そんな様子を見ながら、俺は前にカナエから聞いていたことを思い出していた。私ね、あの冴島とは中学が一緒だったのよ。カナエと冴島は中学が一緒だった。しかし、中一の頃、冴島から嫌がらせを受けるようになった。私物がなくなるのは当たり前。だから毎日持ち帰って、私物は肌身離さないようにしていたわ。私の両親が悪いことしてるだとか、貧乏人とか、
事実無根な噂も流された。ひどいな、中学の時から歪んでたのか。ええ、そうね。当時の見た目も今と全然違ったし。当時のカナエはまだ成長期ではなく、背は低くふくよかで、顔はニキビが多かった。そこに加えて前髪を長くして地味な存在だったため、冴島から散々馬鹿にされていたらしい。毎日毎日ブスと罵られ笑われる日々に耐えられず、両親と相談して転校を決意。中二になる前に他校に転校したのだった。冴島は金井が転校した後もターゲットを次々と変えて嫌がらせをしていた。多分自分より下だと思ったら、それを罵ることで自尊心を高めたかったんじゃない？それでターゲットにされたらきついな。それから冴島は取り巻きを引き連れ、彼氏もよりどりみどり。変に自信をつけた彼女は、今ではさらに傲慢になっていた。私、あれから努力したの。最初はうまくいかなかったわ。それでも、あなたを見返したくて、今まで頑張ってきたの。カナエは先ほどから無言になっている冴島にそう伝えた。しかし、すぐに。それは間違っていたわ。そう否定した。あなたなんて見返す価値もない。性格って見た目に現れるのね。今までの綺麗な微笑みではなく、今度は冴島に見下した笑みを向けた。どういう意味よ。言った通りの意味よ。お肌が荒れてるのにメイクで隠してるのがバレバレなのよ。言い返そうとする冴島に、カナエがはっきりと告げた。お金かけてるんでしょうけど、不摂生が体に現れてる。補正下着だけじゃ体型は隠せないのよ。SNS で華やかな生活をアピールしてるみたいだけど、上辺だけなのが丸あかり。内容が薄っぺらいのよ。次々と出てくるダメ出し。とはいえ、すべてその通りなので、周りが笑い始めた。さすが人気モデル。全くその通りだわ。おそらく人生で初めて見下されただろう冴島は顔を真っ赤にしており、いかにも怒り心頭だった。ふざけるな。やめろ。冴島がカナエにつかみかかろうとするのを見て、とっさにカナエをかばおうと二人の間に体を滑り込ませた。その直後、カメラのシャッター音がした。見ると、勝木がカメラを構えて、ひどい形相の冴島を撮影していた。何撮ってんのよ。おとなしくしろ。まだ暴れそうな冴島を及川さんと一緒に押さえつけると、さらに勝木が冴島を撮影する。俺これでもプロのカメラマンなんだよ。だからバッチリと撮ったわ。勝木は大学卒業後、自分の夢を追って世界を渡り歩くカメラマンになっていた。今では写真集も販売しており、あちこちで完売になるほどの売れっ子だ。これ以上やるならお前の SNS にこの写真を送りつけてやるぞ。自称美人セレブの真実ってな。俺の写真ならみんな食いつくだろうし。どうだっていい。カナダとか不動産持ちとか調子に乗って失敗すればいいんだわ。勝木に脅かされた冴島は捨て台詞を吐いて帰っていった。皆さん、お騒がせして申し訳ありませんでした。そんな冴島に対して及川さんは困ったように謝罪をした。追う様子はないから、今後の二人がどうなるか予想できる。しらけたこともあり、有名なカナがいると他にバレると面倒なため、同窓会はそのままお開きになった。ちょっとやりすぎちゃったかな。帰り道、カナエが反省したように言った。そんなことはない。正直スカッとしたよ。そう？でも同窓会もお開きになっちゃったし。大丈夫。仲がいい連中とは改めて連絡先交換して、及川さんの店でプチ同窓会しようってことになったし。それならよかった。うん。何より
俺も君を侮辱されて怒ってたんだ。俺の分まで言ってくれてありがとう。ふふっ、どういたしまして。俺たちは車を降りた後、手をつないで自宅へと入った。俺の横で微笑む彼女を見つめながら、俺はカナエとの出会いを思い出していた。今日から一緒のクラスになった小島カナエさんです。よろしくお願いします。カナエは中学2年生の時に、俺が通う中学に転校してきた。俺は飯田満、よろしく。よろしく。教科書、まだ間に合ってないんだよね。一緒に見よう。ありがとう。偶然にも席は隣同士で、教科書が間に合わなかったカナエに授業中見せていた。それがきっかけで、俺たちは少しずつ話すことが増えていった。その後、次第に仲良くなり、いい友人関係になっていった。そして卒業式の日に連絡先を交換して卒業。その時はそれだけの関係で、自然と疎遠になっていた。いらっしゃいませ。あ、どうも。彼女と再会したのは、俺が自分のカフェをオープンさせた頃。シンプルを極めた殺風景な店に、なかなか客が来ずに頭を悩ませていた。あの、もしかして飯田くん？え？あ、小島さん？そんな時に客として来たのがカナエだった。思わぬ再会に喜び、俺たちはお互いにいろんな話をした。その頃、すでにモデルとして仕事を始めていたカナエだったが、身長は伸びていても未だふくよかで、肌荒れもひどかった。それから彼女は店に通うようになった。あの、余計なお世話かもしれないんだけど、お客さん来てないよね。あはは、実は。いつ来ても客がいない店を心配してくれたカナエに、俺は包み隠さずすべて説明した。飯田くん。何？私、少し力になれるかもしれない。そう言ってくれた彼女のアドバイス通りに店を改装すると、次第に客が来るようになった。一方で、俺もカナエの食生活を心配して、世話を焼くようになった。もともと料理ができない彼女が、普段の食事を適当に済ませていることを聞き、俺は野菜がたっぷりなヘルシーメニューを提供し、食生活の改善を手伝った。ねえ、飯田くん、こんな食事がいいって聞いたんだけど。うん、これなら俺も作れるし、試してみようか。一緒に美容にいい食事を研究していった。それから彼女の努力もあり、カナエはみるみる美しくなっていった。結果、仕事も増えていき、今では人気モデルとなった。お互いがお互いにいい影響を与えたことで、それぞれうまくいくようになった。へえ、小島さんもこの猫のキャラクター好きなんだ。そうなのよ。共通の話題も多く、俺たちは趣味も合っていた。そして、お互いに過去のことを話した際に、同じ人物に嫌がらせをされていたことを知って共感していた。さらに俺たちの仲も深まり、俺から告白して付き合い始めて、数年後には結婚することに。今でもお互いにアドバイスをし合いながら仲良く暮らしている。俺さ、あの日カナエと再会できたことは運命だと思ってるんだ。もう、急に何？俺の言葉に幸せそうに笑うカナエも、俺と同じ気持ちだと思う。同じ人物に嫌がらせをされていたという奇妙な縁だが、俺はこの縁を大事にしていきたい。温かな彼女の手を握りながら、強くそう思っていた。その後、冴島の SNS は大炎上していた。勝木は一応あの写真を載せなかったが、同窓会のことが他の同級生から噂として広まったらしい。まあ、あの人気モデルを侮辱し、彼女ほどじゃないにしても、それぞれ業界では名が通ってる俺と勝木を敵に回したのだ。ただで済む方がおかしい。般若のような形相の冴島はネットミームになり、もうセレブとは言えなくなってしまった。後日、
及川さんの店で行ったプチ同窓会でいろいろと教えてくれた。優香とは別れました。嫌だとは言われましたけど、もともと気になることもあったのでいい機会だと。そうでしたか。及川さんも大変でしたね。そんな、飯田さんたちに比べたら。冴島は改心するつもりもなく、ずっとカナエや俺が悪いと恨み事を言っていた。何が人気モデルよ、不動産よ。陰キャとデブスが調子に乗って、あの二人が悪いのよ。私は悪くない。そんな風に言い続ける冴島に、及川さんもいい加減愛想が尽きてしまったそうだ。実は俺、写真はアップしなかったけど、この間インタビューがあって同窓会のこと話したんだよね。そう言っていたずらっ子のように笑う勝木。勝木の写真は特に金持ちに人気だ。インタビューで同窓会の件を知った冴島のパトロンたちも離れていき、泣く泣く実家に帰ったのだという。働いたことのない彼女はこれからどうするつもりなのか。両親が再教育してくれることを願うばかりである。ま、俺たちにはもう関係ないか。そうだよ。あんな女の話じゃなくて、もっと奥さんのこと聞かせろよ。そうだそうだ。わかったよ。その奥さんであるカナエは、冴島の SNS が炎上した際に少し話題になった。それにカナエは自分の中学の時の同級生で、夫の高校の時の同級生だった事実を明かした。嫌がらせをされていたことまでは話していなかったが、他の同級生から嫌がらせの事実が明かされ、逆にカナエに同情が集まった。今では過去を乗り越えた人としてさらに人気が出るように。カナエさんのことを映画にしたいんだ。監督をしている友人からの言葉もあり、人気モデルのカナになるまでという映画が本人主演で撮影された。その映画も大ヒットしたことで、カナエは誰もが知る時の人となった。一方、俺のカフェも順調に経営している。映画で俺の存在がバレたことで、カナエのファンから、あなたが旦那さんですか?と尋ねられることもある。個人情報ですので、そうごまかしている。まあ、ファンの間ではバレバレだが、カナエが SNS で騒がないでほしいと発信したこともあり、温かく見守ってもらっている状態だ。もちろん、こだわりのコーヒーの根強いファンもいるため、俺は充実した日々を送っているのだった。あ、おかえり、カナエ。ただいま。ふぅ、疲れた。お疲れ様。すぐに食事を出せるからね。うん、ありがとう。今日も楽しみ。閉店後のカフェに妻がやってくる。カナエの帰りが遅くなった日は、閉店後に食事を食べに来る。カナエのために用意していたビタミンたっぷりの食事を出す。うん、やっぱりミツルの料理美味しい。高級料理よりミツルの手作り料理がいいわ。あはは、ありがとう。幸せそうに食べる妻の笑顔は何者にも変えがたい。冴島のことはいつまでも許せそうにはないが、妻との仲が深まった要因になったことには違いない。それだけは感謝してもいいと思ってる。どんな過去でも今につながっているのだと思うと、悪いことばかりではなかったのかも。そう思いながら幸せそうに笑うカナエに、俺も笑顔になった。いかがでしたか?チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。